ずっと思ってたけど、専業主婦ってニートみたいなもんだよな。家事さえしてれば食っていけるし、めちゃくちゃ楽だぜ。俺が女だったら間違いなく専業主婦を選ぶわ。酔っ払った夫は目を輝かせてそう豪語した。この発言を聞いたのは夫の近くの親族と私だけで、聞いていた親族は明らかに引いていた。しかし私は平静を保ち、ただ事実を夫に告げた。何を言ってるの？私は専業主婦ではないわよ。ちゃんと内定もらったんだから。私の名前は香織、30歳の専業主婦だ。夫の高志とは結婚して2年になる。最初の頃はすごく楽しかった新婚生活も、ちょうど1年が経った頃くらいから変わり始めた。夫は私に冷たい態度を取るようになり、高圧的な物言いをするようになったのだ。私は突然夫の言動が変わってしまい戸惑っていた。だがどうしたらいいかわからず、それからはずっと夫の好き勝手にさせてしまった。どうして夫はこんなにも変わってしまったのだろうか。思い悩んで悶々としていた日々を過ごしていた。だがそんな中、私は思いがけない事実を知ることになる。それは夫が不倫をしていたことだ。いや、確証はない。まだ疑いの段階だ。それは夫のスーツをクリーニングに出そうと思っていた時のこと。夫は最近やたらと接待やら飲み会やらが多いらしく、酔っ払った状態で帰ってくる。今日も顔を赤くした状態で帰ってきて、スーツを脱ぎ捨てるとソファーに倒れ込んだ。私はぐしゃぐしゃになったスーツを拾い、明日クリーニングに出そうと思ってスーツのポケットを確認した。すると高級レストランのレシートが入っていたのだ。え？何これ？しかも高っ。一回の食事で10万近くも使っていて、私はびっくりしてしまった。今日私は半額になった鶏もも肉を見つけて喜んでいたのに。なんだか頑張って節約をしている私がバカみたいに思える。そしてこんな高級レストランに果たして接待や同僚と行くだろうか。そんな疑問が生じて、私は夫のことを調べることにしたのだ。するとすぐにいろいろと証拠が集まってきた。夫が不倫をしていることが分かり、私は彼に復讐をすることを誓った。そしてそのタイミングが半年後にやってきた。それは毎年行っている義実家での食事会だ。義実家ではたくさん親族が集まって、食事会が定期的に開かれる。私はその場を夫の本性を晒し上げる場にしようと計画を立てた。そして当日、義実家に着き、何事もなく食事会が始まった。夫は最近仕事がうまくいっているようで、上機嫌で飲んでいた。基本的に親戚の前ではいい顔をする夫。だが今回はハメを外して飲みすぎたのだろう。たくさんの親戚たちが集まっているのにもかかわらず、夫はいきなりこんなことを言い出した。ずっと思ってたけど、専業主婦ってニートみたいなもんだよな。家事さえしてれば食っていけるし、めちゃくちゃ楽だぜ。俺が女だったら間違いなく専業主婦を選ぶわ。酔っ払った夫は目を輝かせてそう豪語した。この発言を聞いたのは夫の近くの親族と私だけで、聞いていた親族は明らかに引いていた。しかし私は平静を保ち、ただ事実を夫に告げた。何を言ってるの？私は専業主婦ではないわよ。ちゃんと内定もらったんだから。嘘だろ。お前が職につけるわけがない。社会をなめるな。高志は笑いながらそう言ったが、私は冷静だった。高志は何も知らないが、私は知っている。実は彼こそが社会をなめていることを。
遠くから高志の爆笑が聞こえたため、義両親も気づいたのだろう。おい、高志、何がそんなに面白いんだ。香織さんが頑張ってるのを見て嬉しくなったのかい？彼らが話に加わったことに、高志は少し動揺していた。ちょっと我に返ったようだ。彼は慌てた様子でこう言った。そうなんだよ、母さんたち。香織は頑張ってるんだ。高志は義母の言葉に便乗しようとして、何とか場をごまかそうとしたが、私はそんな話をそう簡単には終わらせなかった。お父さん、お母さん、今日は本当にこのような会を開いてくれてありがとうございます。いやいや、香織さんは家事をこなしながら、外でもしっかり働いている。それはとっても大変で立派なことだ。だから私たちもできる限りの応援をしたいんだよ。そうやって義両親は言った。ありがとうございます。とっても嬉しいお言葉を。あ？香織が外で働くって何の話だ？夫は私たちの会話を聞いて驚いていた。あれ？高志知らなかったの？今日の食事会は香織さんの就職祝いでもあるのよ。私たちは高志がそれを知っていると思っていたんだけど。義両親は高志の反応に逆に驚いていた。いやいや、香織が就職なんて本当かよ。ていうかなんで働く必要があるんだよ。だって俺の給料だけで十分やっていけるんだぜ。上司も社長も俺を高く評価してて、これから給料がさらに上がるってさ。夫は自慢げにそう言い放った。義両親や親族が私の就職を祝ってるって言ってるのに全く信じてない。確かに夫は大企業で働くエリートだし、社長からの評価が高いのは事実だ。しかし彼の本性を知れば評価は変わるだろう。高橋、ちょっと調子に乗りすぎだぞ。自信があることはいいことだが、もう少しそういう発言は控えめにしろ。ああ、はいはい。でも香織が働く必要があるのか俺にはわからないな。なんで急に就職しようと思ったんだ？夫にそう言われて、義両親も私の就職を不思議に思ったようだ。香織さん、どうしてなの？もちろん私たちは反対はしないけど、いきなり働こうと思った理由は聞いてなかったわよね。その質問に対して、私は知られざる事実を明かすことにした。それは、私たちに貯金が全くないからです。働かないと私たちの生活はとても苦しいんです。え？貯金がないってどういうこと？いやいや、香織さん、何を言ってるんだ。高志が大企業で高収入を得ているのに、貯金がないわけがないだろう。義両親は信じがたいという表情で首をかしげた。確かにと思う。そう簡単には信じがたい話だ。夫の年収は1000万を超えているから、普通は貯金があるはずだ。しかし、それは一般的な見方に過ぎない。私と義両親のやりとりを聞いていた夫は、不敵な笑みを浮かべていた。そして、馬鹿にするような態度で言い放った。香織、一体全体何を言ってるんだ。父さんも母さんも呆れてるぞ。それともお前酔ってるのか？俺は酔ってないけど、本当に酔ってるなら問題だな。嫁が夫よりも先に酒に酔ってるなんてダメだろ。夫はそう言ってゲラゲラと笑い続けていた。確かに義両親ですら信じられない内容だとは思う。だから今は疑われてもしょうがないかもしれない。笑ってる場合じゃないよ。貯金がない事実はちゃんと示せるから。お母さんたち、これを見てください。そう言って私は夫と義両親にあるものを提示した。それは通帳だった。おい、そんなものわざわざ用意してたのかよ。これを見れば、私の言っていることが本当かどうかわかるはずです。
私が見せたのは夫婦の共有口座の通帳で、義両親たちはじっと残高を確認した。そして直後には驚きで口が塞がらないほどの表情をした。これは一体どういうことなんだ。貯金がたった3万円だと。義両親の驚きの声に隆も通帳を凝視する。ああ、なんでだよ。これは一体どういうことなんだよ。香織さん、説明してくれ。義両親がそのように促す。見ての通りです。隆さんは全然貯金をさせてくれなかったんです。あ、まさか香織さんが言っていたことが本当だったなんて。それは信じがたいことだったのだろう。二人は夫の方を振り返り、厳しい表情で詰め寄った。これまで余裕をかましていた夫も、ようやく焦りを見せ始めた。おい、香織。なんで通帳なんて持ってきたんだよ。いや、それより父さん母さん、これは違うんだ。夫も私が通帳を持ってきたことに驚きを隠せなかったようだが、よりによって貯金がないことが義両親にバレてしまうのが嫌だったのか、必死に言い訳を始めた。これはね、会社の付き合いで金がかかるからなんだ。だから必要な出費だったんだよ。そのように言い訳した夫。それにしてもなあ、さすがにね。義両親は何とか理解を示そうとしたが、納得していない様子で顔を見合わせていた。ああ、もういいだろう。この話はここまでにしよう。会社の付き合いで金がかかるから、香織も働いてくれると助かるってことだ。それで終わりにしようぜ。そうやって夫は急に私の就職を受け入れたように見せかけ、話を終わらせようと強引に進めた。だが、そう簡単にはいかない。私はもう全てを知っているからだ。そんな甘い手には乗れない。ちょっと待って、何言ってるの。話はここからが本題なんだから。今からあなたの隠していたことを全部話すわ。私がそう言うと、夫は何か危険な空気を感じ取ったのか、私の言葉に驚愕している様子だった。おいおい、何を言おうとしてるんだ。慌てている夫をよそに、私は義両親の前ではっきりとこう言ってやった。私たちに貯金がないのは、あなたが他の女性にお金を使っているからでしょ。あなたが浮気していること知っているのよ。突然の暴露に夫は驚き、慌てふためいていたが、私の言葉を信じていないのか、少し間を置いてから冷静に言い返した。お前、何言ってるんだ。そんな嘘ついてどうするつもりだよ。もっとマシな嘘を考えろよ。俺が浮気なんてするわけないだろ。まったく笑えない冗談だ。夫はあっさりと浮気を否定し、まるでバカにするように吐き捨てた。義両親も浮気の話が突然出たことに驚き、息子が浮気をしているとは信じたくない気持ちが見え、混乱していた。ねえ、どうして急に浮気の話になるの？それはちょっと隆に対して失礼じゃないかしら。何か証拠はあるの？そうやって義母が言った。言葉だけでは信じられないのが当然だ。証拠が必要だと義母が言うのももっともだ。そこで私はスマホを取り出し、ある画像を見せることに。これが証拠です。この画像をご覧ください、と言いながらスマホの画面を見せた。え？この女性は誰？あなた知ってる？いや、知らないよ。それより、タカシとこの女性はどうしてこんなところに？画面を見ながら義両親がそのように話す。画像には見知らぬ女性と夫が一緒に高級ブランド店やレストランに入る様子が映っていた。夫は驚いた後、すぐに怒りの表情に変わり、声を荒げた。おい、なんでこんな画像持ってんだよ。お前、
まさか隠し撮りとか趣味の悪いことしてたのか。ふざけるなよ。俺が浮気するわけないだろ。確かに、たかしが浮気をしているとは信じがたい。でも、このような画像を見せられたら、否定も難しいな。浮気の証拠画像を見たことで、義両親も夫の浮気を疑い始め、混乱しショックを受けている様子だった。夫は義両親のその様子を見て、このままではまずいと感じたらしい。私を責めるより義両親を説得する方を選んだようで、二人の方を向いて話し始めた。その画像の中の女性は会社の同僚だ。彼女が恋人にサプライズでプレゼントを選びたいって言ってて、俺が男代表として付き添いアドバイスしてたんだよ。本当のことだよ。同僚の相談だったから断れなかったんだよ。夫は早口でそうやって弁解した。それが本当なら香織さんの早とちりだったのね。それなら一安心だわ。でも安心するのはまだ早いだろう。今後も香織から同じようにあらぬ疑いを持たれるかもしれないからな。香織にはしっかり話しておかないといけないな。夫はそうやって義両親を味方につけようとしていた。実の息子の言葉だから義両親もそれを信じたい気持ちがあるだろう。だが申し訳ないが、夫が今言ったことも嘘だと私は知っていた。そんなこと言って取り繕おうとしても無駄よ。その女性はあなたの会社の同僚じゃなくて、実は取引先の社員だってことも知ってるから。私がそう言うと、何を勝手に決めつけてんだよ、本当にいい加減にしろよと夫は反論した。夫は私が完全に勘違いしていると主張し、義両親も少し心が揺らいでいる様子だった。しかし私がこれから話すことを聞けば信じてもらえるはずだ。さらなる事実を明かすため、私はゆっくりと口を開いた。お父さん、お母さん、悲しい思いをさせてすみません。でも私は単なる思い込みや決めつけで言ってるわけじゃないんです。実は高志の浮気相手が誰かを突き止めているんです。まずこの女性の名前はのぞみって言います。私がそう言ったところで、夫は目を見開いて驚いた。義両親も同じように驚いていた。私が相手の名前を知っていた理由は、新しい職場が実はそののぞみさんが勤める会社だからです。何言ってんだ。それってつまりお前が俺の会社の取引先で働いてるってことか。そんな嘘信じられるわけないだろ。夫はそうやって反論した。信じてくれなくてもいい。私はただ事実を伝えているだけだから。夫は浮気相手を会社の同僚だと言い張っていたが、実際には違う。夫が嘘をついていることを私は知っていたのだ。おい、高志、どういうことだ。やっぱりお前、俺たちに嘘をついてたのか。嘘をつくってことは、浮気を隠そうとしているってことだよね。どうなんだ、高志、答えろ。いやいや、待ってくれよ。香織が嘘をついてるかもしれないだろ。そんな時、私は夫にとある紙を見せた。それは内定通知書だった。私が就職できないとバカにしていた夫もそれを見てようやく信じて黙り込んだ。義両親は厳しい顔で夫を見つめており、夫の顔からは焦りがにじみ出ていた。ちなみに、のぞみさんにはまだ私が高志の妻だとは明かしていないわ。だからのぞみさんは私が高志の妻だとは気づいていないはずよ。お前、マジでのぞみと同じ会社に就職したのか。一体何が目的だ。夫が逆ギレして問い詰めてくる。それは、のぞみさんに無言の圧力をかけたかったから。それに様子を見てみたかったのよ。のぞみさんがあなたに騙されていたかもしれないからね。俺がのぞみを騙してたって、
どういう意味だ？それはあなたが独身だって言ってのぞみさんと付き合ったんじゃないかってことよ。だってたかしは普段から私のことを嫁として扱ってなかったからね。きっと夫は私が何もできない女だと決めつけていたんだろう。でもそれは大間違いだ。もう私は覚悟している。この場で義両親に夫の本性を全部暴露するということ。夫も私の覚悟を感じ取ったのか、顔色がどんどん悪くなっていった。嫁として扱っていなかったってどういう意味？義母が聞いてきた。日頃からないがしろにされていたって意味です。おいおい、誤解を招くようなことを言うな。誤解じゃないわ。あなたが専業主婦の私をニートだってバカにして、俺に養ってもらってる寄生虫だと言ってたじゃない。私はそのように反論した。義両親は信じられないという表情で夫を見ていた。ふと周りを見ると、近くにいた親族も静かにうなずいている。さっきあなたは私と親族の前でこう言っていたわよね。ずっと思ってたんだよね、専業主婦ってニートだって。家事だけしてれば生活に困らないし、本当に楽な仕事だよ。もし俺が女なら絶対に専業主婦になるねって。こんな悪意のこもった言葉を笑って言える夫だ。そんな夫が嫁いびりをしていてもおかしくないと親族は理解してくれたのだろう。たかしは外で働いているけど、私は家で家事をしていた。だからいつも自分の方が上だという態度を取ってきたんだよね。私が何か言うとすぐに、じゃあ離婚だと脅してきたじゃない。そうだよ。じゃないとお前が俺の言う通りにしないからだろ。私は家事を一生懸命やってたつもりだけど、夫はそれを認めようとせず、お前はダメだと言い続けた。私が反論できないのを知っていたからだ。私は昔就職に何度も失敗したりして、自己肯定感がもともと低かった。たかしはそんな私の性格を利用してきたのだ。たかしにダメだと言われて、自己肯定感がさらに下がったと思う。だから結局彼の言いなりになっちゃったのだ。俺は別に言いなりにしようとしてないよ。香りが勝手にそうなっただけじゃないか。夫はそう言ったが、義両親は夫のことを疑いの目で見るようになった。言いなりになってしまったのは私の弱さかもしれない。でも問題はあなたが私をいびり始めた時期だよ。はあ？何を言ってるんだ。あなたが外出が増えて家にお金を入れなくなった時期と、私をいびり始めた時期が同じだったんだよ。だから私はあなたの浮気を疑ったんだ。私がそう言うと、夫は驚いた表情をして何も言い返せなくなった。夫は浮気に夢中で何も考えていなかったようだが、彼の行動は疑うには十分だった。皆さん、聞いてもらえますか？さっきたかしから社会を舐めるなと笑われました。でも、本当に社会を舐めてるのは私の方でしょうか？いや、恥ずかしいが、たかしの方だな。そうね。私の言葉に義両親がうなずき、他の親族たちからも、そうだ、そうだ、と声が上がっていた。なんだよ、みんな。どうして。まだ俺が悪いと決まったわけじゃないだろ。香りが仕組んでいる可能性だってある。まだそんなこと言ってるの？ちょっと待っててね。あなたの不貞の事実を確実に証明できるものを用意してるから。私は夫にそう言うと、少し場を離れ、あるものを取りに行った。そしてそれを義両親や親族にも見えるように夫に突きつけた。これは探偵事務所に依頼して手に入れた浮気の証拠だよ。これでもまだ言い逃れができるかしら。はあ？お前、
いつの間に依頼してたんだ。そこまで調べているなんて。夫は驚いていた。そこにはさっき見せたスマホの画像と同様の写真があれば、極めつけは二人でホテルに入る写真もあった。さらには音声も残されていた。今日は楽しかったわ。次のデートが楽しみね。今度のデートでは一晩中一緒にいられたらいいね。やだ、もうタカシったら。普通こんな言葉は浮気をしていなければ出てこないですよね。これは浮気を確定させるには十分な証拠です。タカシ、お前という男は本当に汚いわ。恥ずかしい。実の両親にそこまで言わせてしまうほど夫の本性が露呈した。他の親族も夫に冷たい目を向けていた。こんな証拠が並んだらそうなってしまっても仕方がない。浮気までされるなんてもう耐えられないわ。私は実家に帰るから、離婚届と慰謝料の請求書は後で送るから覚悟しておいてね。そう言って私は夫から背を向けて部屋を出ようとしたその瞬間だった。ち、待てよ、調子に乗ってんじゃねえぞてめえ。突然夫が切れて声を荒げて私に手を出そうとした。やめて。私は身の危険を感じて逃げようとしたが、それよりも先に義両親や親族たちが動いた。香織さん、危ない。おい、タカシ、何をするんだ。そうやって心配する声が上がった。私は大丈夫です。皆さんありがとうございます。危なかったけどみんながいてくれて助かった。私が無事であることを確認して義両親は再び夫を見ていった。タカシ、お前の考えは間違ってるぞ。香織さんは決してニートじゃない。お前が仕事で成功しているのも香織さんの支えがあってこそだろ。お前が外で仕事をして稼げるのは立派だ。でも香織さんが家事をきちんと管理してくれているから、お前も安心して仕事に集中できるんだよ。それに稼いだ金をお前の好きに使えると思うなよ。そうやって義父は夫に厳しくもしっかりと諭していた。しかし夫は義両親の言葉を聞き入れなかった。ああ、説教なんてされたくないよ。専業主婦なら家事をするのは当たり前だろ。一体こいつの何がすごいんだよ。はい、まだわからないのか。香織さんはお前の所有物じゃないんだぞ。お父さんの言う通りよ。家のことをやって当然なわけないでしょう。今すぐ香織さんに謝りなさい。義両親ははっきりと夫の考えを否定し、私に謝るよう命じてくれた。だがそれでも夫は反省する様子もなく、笑いながら反論した。うるせえよ凡人どもが。俺は誰よりも優秀なんだ。文句があるなら俺より稼げるようになってから言えよ。お前らみたいな奴らに説教されたくないわ。夫はここに来て両親や親族たちを見下すようになった。この場にいる誰よりも稼いでいるのは事実かもしれない。だがそれを理由に人を見下すのが本当に優秀な人間のすることだろうか。夫は仕事で成功していると自負しているが、本当に優れた人間なら他人を見下すようなことはしないだろう。夫がどれだけ間違っているかに気づかないことに呆れ果てたが、それ以上に彼が何も知らないという事実に笑いがこみ上げてきた。何がそんなにおかしいんだ。急に笑い出してふざけるなよ。ごめんなさい。あなたは今の仕事にかなり自信を持っているみたいだけど、実はそううまくいっていないことも知っているからね。はあ、どういう意味だよ。タカシが浮気してるのぞみさんの父親ってあなたの会社の社長なんだよ。え？嘘だろ。でも彼女からそんな話聞いたことないぞ。それはのぞみさんが
父親の力を借りずに自分の力で成功したいと思っているからだよ。だからあなたにはまだ話すには早いと思ってるんだろうね。そうなのか。そんな、それが本当なら大変じゃないか。こんなことが社長に知られたら。夫はブツブツと言いながらパニックに陥っていた。その様子を見て、やはり夫は何も知らなかったのだと確信した。私は浮気調査の過程ですでにのぞみさんと接触していて、彼女からいろいろと聞いていたのだ。残念だけど、社長には知られないようにはできないわ。のぞみさんと浮気していることを報告させてもらうから。なあ、香織、頼むよ。社長に言うのはやめてくれ。俺が悪かった。のぞみが社長の娘だったなんて、全く知らなかったんだ。きっと俺は、のぞみに騙されていたんだよ。俺も被害者だろう。夫がそんなことを言っていたが、何も知らなかったとしても、これまで私をいびってきた事実や、浮気した事実は消えない。やめて。もうあなたの言い訳には耳を貸さないから。父さん、母さん、みんな、香織を説得してくれよ。みんなが何か言ってくれれば、こいつだってわかるだろうから。夫は必死に義両親や親族たちに助けを求めたが、彼を助けようとする者は、この場には一人もいなかった。自業自得だ。もうお前とは縁を切る。二度と助けない。義父がそう言って、夫との絶縁宣言をすると、他の親族たちも夫に冷たい目を向けた。その圧力に夫は完全に沈黙した。その後、私は夫に離婚と慰謝料の請求をし、実家で平穏な日々を送っていた。そんな中、義両親が謝罪に訪れた。香織さん、この前は本当に申し訳なかった。うちの愚かな息子のせいで。義父がそう言って、義両親は頭を下げた。お二人とも頭を上げてください。悪いのは隆ですから。私がそう言うと、義父はほっとした様子で、それで今日は君に伝えたいことがあってきたんだ、と言った。伝えたいことって何ですか?と私が尋ねると、義父が話し始めたのは元夫の現在の様子だった。私が会社に浮気を報告してから、社長からの信頼を失い、社内でも白い目で見られるようになっていたらしい。元夫の行動は、社長や同僚にとって大きな裏切りで、真面目に仕事をしていれば、彼が言っていたようにうまくいったかもしれない。しかし、今では会社に居場所もなく、自主退職するしかなくなったそうだ。本当に情けない話だ。自業自得ですが、たかしは本当にもったいないことをしましたね。あいつなら転職してやり直すこともできるだろうけど、ちゃんと反省して考えを改めない限り、また同じ過ちを繰り返すだろうな。一方、就職した私は改めて、のぞみさんと話す機会があり、その時、彼女はこう言っていた。父から全部聞きました。まさか、たかしさんが香織さんの旦那だったなんて。私も知らずに関係を持ってしまって、本当に申し訳なかったです。あの人が独身だと嘘をついていたのなら、気づかないのも無理ないですよ。気にしないでください。彼女は私にしっかりと謝ってきたから、のぞみさんを許すことにした。彼女は元夫のことを信用できなくなり、別れを告げたって教えてくれた。元夫は両親や親族から絶縁され、のぞみさんからも離れることになって完全に孤立してしまったそうだ。そのせいで精神的にも参ってしまい、ボロボロになってしまい、結局は仕事もできずにニートになってしまったんだとか。まさに因果応報というやつだ。散々私をニートだとバカにしていたくせに、自分がニートになってしまったのだから。その後、私は独り身になり、バリバリ仕事に打ち込んでいる。
のぞみさんとは年齢も近いこともあり、今ではただの同僚ではなく仲のいい友人で、プライベートでもよく会っている。お互いに今度こそいい男を見つけなきゃねと笑いながら話していて、でも今は仕事で成果を出すことに頑張っている。結果的にこんないい仲間と出会えたので、夫と結婚したのもまあ悪いことばかりではなかったのかもしれないと思い始めている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。暑い。何するの？お前さ、この味噌汁の具材なんだよ。え？いつも通りの大根だけど。私は夫が好きな具材である大根のお味噌汁を作っていた。だが夫は何かが気に入らなかったのか怒っている。ふざけんなよ。こんなまずい味噌汁を作りやがって。俺の金で暮らせてるというのに、まずい飯作るとかありえないだろう。私はもう限界だった。もう彼との結婚生活を続けることは不可能だ。分かったわ、出ていくわ。私の名前は京花、35歳の専業主婦だ。夫の雄一とは結婚して2年が経つ。私は専業主婦になる前は出版社の編集者として働いていた。そこでは小説の編集を担当しており、作家さんとやり取りをしながら忙しい毎日を送っていた。そんな時に出会ったのが雄一だ。彼は取引先の大手印刷会社で働いており、仕事を通して知り合った。彼は私に対してよく食事に誘ってきた。最初はチャラいというか遊びなんだろうなと思っていたが、その後も何度も食事に誘ってきて、さらには私のことを好きだと言ってくれたので、とりあえず食事に行くことにした。そこでは彼はとても紳士的で、また二人でのプライベートの会話は楽しかった。仕事は真面目にこなす彼だったが、オフの時はよく笑う人だった。それからも積極的なアプローチを受け、私たちは付き合うことに。そして順調に交際を続けていき、1年半ほど付き合った頃にプロポーズをされて結婚することになった。その際彼は私に仕事を辞めて専業主婦になってほしいとお願いをしてきた。俺の稼ぎだけでも生活はできるし、京花には家庭を守ってほしいんだ。家事は苦手だから京花がやってくれると嬉しい。その分俺が仕事を頑張るから。確かに出版社での激務に当時の私は疲れ切っていた。それでも好きで始めた仕事だったので、辞めるのはもったいない気がした。迷ってる私を見て夫は告げた。京花、自分でも作品を書いてみたいって言ってただろ。この機会に主婦をやりながら執筆活動をしてみるのはどうだ。え？それは願ってもない提案だった。そして考えもしなかった。忙しい日々に追われ、自分の夢を追うことを私は忘れていた。そのチャンスが舞い込むのなら、専業主婦になってみるのもいいかもしれない。夫の提案を受け、私は会社を辞めることにした。そして結婚式を終えて婚姻届を出して、私は専業主婦となった。夫に言われた通り、家事は完璧にこなした。そして空いた時間で私はパソコンに向かって執筆に励んだ。これまで編集者として向き合ってきた小説、それを実際に書いてみるというのはやりがいがあって、ものすごく楽しかった。アイデアがどんどん降ってくる。私は毎日ワクワクしながら執筆活動に取り組んだ。こうやってやりたいことに挑戦させてもらっているのは夫のおかげだ。しっかり感謝して頑張らないと。私は夫への恩返しとして家事の手を抜かないようにした。しかし最初は幸せだった結婚生活も、月日が経つとだんだんと陰りが見えてくるようになった。雄一が私の家事に何かと文句をつけてくるようになったのだ。それはある日のこと、いつも通り夕食を作って彼の帰りを待っていると、夫が遅くに帰宅した。もうすでに23時を回っている。お帰りなさい。今日は随分と遅かったのね。大変だったね。お仕事お疲れ様。私は笑顔で夫を出迎えた。こういう時こそ優しく振る舞って癒してあげるのが妻の役目だろう。だが夫はダイニングテーブルに並ぶ料理を見て眉をひそめた。なんだよこれ。今日は鮭だよ。あなた好きだったよね。身が大きいのに安かったの。私が嬉しそうにそう言うと、夫は大きくため息をついた。魚の気分じゃないんだよ。
今日はがっつり肉が食いたかったんだ。ごめん。戸惑う私に夫は焼き魚の皿を押し付けてきた。これ京香が食べるか捨てといて、それで俺には肉料理を作ってよ。え、今から？あんだよ、文句あんのか。俺に養ってもらっておいて、先に風呂に入ってくるから早く作れ。夫はそう言って風呂場に行ってしまった。私は呆然としながら夫の後ろ姿を見て、その後すぐに肉料理を作った。この頃から夫の態度はどんどんひどくなっていったように思う。家事は私がやって当たり前というような態度。まあ確かに専業主婦なので家事を私が中心的にやるのは理解できる。それでも彼は私に執筆活動をしたらと提案してくれていたし、休みの日くらいはちょっと手伝ってくれてもいいと思う。私は休みで一日中家にいる時もあくせく働く私を尻目に携帯でゲームをしたりテレビを見ている。しかもリビングにはお菓子のゴミが散らばっていたり、読んだ漫画が放置されていて掃除をしても汚される。私はたまらず彼に話しかけた。ねえ雄一、手が空いてるなら洗濯物を干すとかお風呂掃除をするとか少しでいいから手伝ってくれない？ああ、なんで俺が？夫は横になっていたソファーから体を起こし、信じられないといった表情で私を見た。だって今日はあなた休みだし用事もないみたいだから。そう答えると夫はため息をついて私を呼び寄せた。お前ちょっと来い、そこに座れ。あのな、俺はお前と違って毎日外で働いてるんだよ。休日くらい旦那をゆっくり休ませてやろうとは思わないのか？そんな、私だって毎日家事してるし執筆だって。私がそう言うと夫は鼻で笑った。そんなの一円にもなってないじゃない。稼いでるのは俺で、お前は俺の金で生活してるだけだろ。それならせめて家のことは一人で全部やれよ。稼いでる俺にやらせようだなんて二度と考えるんじゃねえぞ。わかったわ。私はものすごく悔しかった。でも夫の言う通り、私はお金を稼いでるわけではない。だけど夫が仕事を辞めてほしいと言うから専業主婦になったというのに。だが私は反論することができず、夫の言うことを聞くしかなかった。その頃からだろうか、彼は仕事が忙しいと言って家を空ける日が増えた。平日は毎晩のように残業し、休日出勤も多い。しかも仕事のストレスからか、私に対して冷たい態度を取ることがより一層多くなった。おかえり。ご飯にする？それともお風呂？風呂。夫は基本的に一言だけの返事で、夫の方から私に話しかけてくることはしない。コミュニケーションを取ろうにも家にいないことが多いので全然話す機会がないのだ。そんな生活に私は少しずつ嫌気がさしていた。せめて会話をもっとしたい。私はそう思い、夫に自分の思いをぶつけてみた。だがそれは思わぬ方向に影響した。それからというもの、夫は私に対してここの掃除が甘いとか、洗濯物の畳み方がなってないなど、ひたすら文句をつけてくるようになったのだ。時には寝ている私を叩き起こしてまでダメ出しをすることがあった。その日も私は深夜1時に叩き起こされた。おい、起きろ。え？何事？私は何かトラブルでも起きたのかと慌てて飛び起きた。すると夫は私をにらみつけてイライラした口調で告げた。お前さ、シャツのシワが残ってんだよ。これを明日着てけっていうのか？恥ずかしい思いを俺にさせる気か？今すぐアイロンをかけ直せ。え？今から？当たり前だろ。今やらないと朝着てけないだろうが。いいから起きてさっさとやれ。そんな。夫は腕を組んでこちらを見張っている。私は眠い中シャツのアイロンがけをすることになった。俺は風呂に入って寝る。お前は終わるまで寝るなよ。そう言って私の隣を通り過ぎる夫。だがその時、ふわっと覚えのない女性の香水の匂いが彼から漂ってきた。一瞬動揺したが、話しかけられる雰囲気ではない。きっと帰りの電車か何かで匂いが移っただけだと思うことにし、私は気にしないことにした。その頃の私は急いで家事を終わらせて、わずかな時間で集中して執筆を行っていた。最初は長編を書いて出版社に持ち込むか、コンテストにでも応募しようと思っていたが、今の生活リズムでは長編を完成させることは難しそうだ。
そのため短い話を投稿サイトにたくさん投稿する形をとってみた。幸いにも投稿した作品に少しずつ読者がつき始め、読者からのコメントを見るのも私の励みになっていた。家事に追われ、夫の高い要求に応え続ける日々の中で、執筆活動は私の唯一の息抜きとなっていた。そんな毎日を送っていた折、冬が来て私はインフルエンザにかかってしまった。家事もやらないといけないのに、熱が40度近く出るし体も痛い。その日は最低限の家事すらできず、私は朝から焦っていた。そして深夜に帰宅した雄一は、そんな私を見て声を荒げた。おい、お前何やってんだよ。俺が朝会社に行くときと何も変わってないじゃないか。家事をサボって何をしてたんだ。ごめんなさい。お昼に病院に行ったらインフルエンザだって言われて、熱が高くて具合が悪くて動けなかったの。私がそう弱々しく答えるも、夫はそんな私をにらみつけてため息をついた。ああ、お前さ、そんな言い訳が通用すると思ってんの？専業主婦は家事が仕事だろ。インフルエンザの時くらい休ませてよ。うるさい。わがまま言ってないでさっさと家事をやれ。夫が私の腕を引っ張り、無理やり起こそうとする。しかし私は体に力が入らず、立ち上がることができなかった。お願い、雄一。今日は勘弁して。じゃあお前は廊下で寝ろ。俺に移されたら困るからな。夫は無抵抗の私をズルズルと引っ張り、寝室からフローリングの廊下へと叩き出した。布団に戻ろうとするも、彼はそんな私の目の前で寝室のドアを閉め、さらに鍵までかけてしまった。私は朦朧としながら廊下でうずくまることしかできなかった。なんで彼はここまで私にひどい仕打ちをするのだろうか。私は熱にうなされつつも、夫の態度が変わった原因があるはずだと調べることを心に決めた。それから私は何とか回復し、密かに水面下で夫について調べ始めた。彼に悟られないように表面上はこれまで通りに家事をこなし要求に応える。そして独身時代の貯金をはたいて夫に更新状をつけたところ、驚くべき事実が判明した。夫はやっぱり不倫をしていたのだ。この事実が周囲に明らかになれば私の生活をも揺るがすことになる確信があったから、私は秘密を抱えつつもしばらくは元通りの生活を送っていた。だがいろいろと準備は進めている。まだ夫を問い詰める時期ではないということだ。夫のひどい態度は変わらず、私はストレスがたまり、慢性的な不眠まで起こしていた。このままじゃ精神的にダメになってしまうかもしれない。そろそろ潮時だろうか。そんな風に思っていた頃、私のメールボックスに一通のメールが届いた。これで準備が整った。数日後、私はいつものように夕飯を作って雄一を待っていた。献立は夫の好物の鶏の唐揚げ、ほうれん草のおひたしと卵焼き、それに味噌汁と白米だ。今日は文句を言われませんように、そう願いつつ、夫の帰宅に合わせて料理を並べていく。おい、早くカバン取りに来い。22時を過ぎて夫が帰宅した。お帰りなさい、夕食できてるわ。おう、今日は唐揚げか。いいじゃないか。心なしか上機嫌の雄一。私は彼が帰るまで夕食を取るのを禁止されているため、夫が食卓に座ってから一緒に食べ始めた。だが次の瞬間、夫が突然私に味噌汁をぶっかけてきた。何が起こったかわからなかったが、数秒後に熱い感覚を頭に感じる。あ、熱い。何するの？お前さ、この味噌汁の具材なんだよ。え、いつも通りの大根だけど。私は夫が好きな具材である大根のお味噌汁を作っていた。だが夫は何かが気に入らなかったのか怒っている。ふざけんなよ。こんなまずい味噌汁を作りやがって。俺の金で暮らせてるというのにまずい飯作るとかありえないだろう。本気で言ってるの？私は呆然とした。雄一はニヤニヤしながらこちらを見ている。まずい味噌汁ぶっかけて何が悪いんだ。文句があるならここから出ていけばいいだろう。稼ぎがないお前じゃ行くところもないだろうがな。私はもう限界だった。もう彼との結婚生活を続けることは不可能だ。私は顔にかかった味噌汁を手で拭い、一呼吸置いて告げた。分かったわ、出ていくわ。すると夫は一瞬あっけに取られたものの、すぐにニヤニヤ笑いに戻った。
ああ、そんな強がって大丈夫か。だけどお前出ていくって言ったんだから二言はないからな。一度言ったんだから出ていけよ。お前が泣きついてきたって許さないからな。夫は勝ち誇った顔で笑っている。私は黙って席を外し、シャワーを浴びて荷物をまとめた。その時、夫はすでに寝室でいびきをかいていたので、私は何も言わずに家を出た。翌日、実家でのんびり過ごしていると、夫から着信があった。無視しているとしつこく数分おきにかかってくる。そんなに電話をかけてくる余裕があるのだろうか。もっと仕事に集中するべきだろう。私は夫からかかってくる鬼電を無視し続けた。その後も数日間ずっと電話がかかってきた。だが1週間ほど続いて電話がかかってきたので、いい加減鬱陶しくなり、私は仕方なく応答することにした。はい、もしもし。おい、お前今一体どこにいるんだよ。黙って出て行きやがって。さっさと帰ってこい。大声を上げる彼に私は冷静に答えた。実家なんだけど、私出て行くって言ったよね。お前本気で出て行ったのか。いい加減にしろよ。何生意気なことしてんだよ。ふざけないで今すぐ帰って家事をやれ。ものすごい剣幕で怒鳴りつける夫。そんな彼に私はため息をついて答えた。私はもうあの家には帰らないわ。あなたとは離婚をするわ。はあ、離婚？ふざけんなよ。そんなの許さねえぞ。夫はそうやって怒鳴った。仕方ないわね。それじゃあ一度会いましょう。明日のあなたの仕事終わりに。私は夫と喫茶店で会う約束をして電話を切った。せめて謝ってくれたら話をする余地もあったかもしれない。でも夫の態度を見て、そんな最後の望みはあっさり打ち砕かれた。もう彼に容赦はしない。翌日、私が約束通り喫茶店で待っていると、怒り心頭の夫が現れた。おい、お前何やってんだよ。席に座るなり、夫は乱暴にそんなことを言う。おい、隣の男は誰だ。お前不倫してたのか。はあ、この人は弁護士よ。弁護士？お前なんで弁護士なんか。だってあなたが不倫をしているからね。はあ、何を言ってんだよ。夫は慌てている。不倫をしている人の方が不倫を疑うものよね。証拠はあるのかよ。もちろんあるに決まってるでしょ。私はそう言って更新所からもらった写真をたくさん並べた。夫と若い女性が不倫をしている現場がバッチリと撮影されている。私はもうあなたと結婚生活を続けたくないの。むしろ浮気という決定的な離婚の原因を作ってくれて助かったわ。私がそう言うと、夫は真っ赤になって口を開こうとした。だがちょうどその時、夫の携帯が鳴った。電話に出たら急ぎの用件かもしれないわよ。私がそう告げると、彼は不機嫌そうな表情のまま電話に出た。やがてその顔色はどんどん青くなっていった。電話が終わると、彼は真っ青な顔で目を見開き口を押さえている。そんな顔をしてどうしたの。もしかして首？夫がパッとこちらを向く。なんでわかったんだよ。そんな彼を私は正面から見据えた。取引先の社長の娘と浮気してたのがバレて解雇にでもなったんでしょう。更新所を使って知った事実とはこのことだった。夫は取引先の社長の娘と既婚であることを隠して浮気していたのだ。なんでお前がそれを知ってるんだよ。だってあなたの会社にその事実を報告したのは私なんだもの。え？驚愕する夫に私は微笑んだ。お前何やってんだよ。それはこっちのセリフよ。あとついでに取引先の社長さんにも詳細に報告しておいたから。大変お怒りで、詳しい話を聞きたいと言われたので浮気の証拠も渡してきたわ。その瞬間、また夫の携帯が鳴った。出るように促すと、彼は震えながら電話に出た。その電話からは若い女性が泣きながら怒鳴る声が漏れ聞こえてきた。どうやら浮気相手の女性が取り乱しているらしい。夫はほぼ何も言えず、青い顔で電話を切った。あなたに独身だと騙されて浮気相手の女性もかわいそう。そんなに被害者を作って本当に最低。夫は顔を青くしてうなだれている。お前こんなことしていいと思ってんのか。お前だって稼ぎはないんだから、生活が苦しくなるだろう。そんな彼に私は冷静に告げた。
それなら心配しないで、私にはちゃんと収入がありますから。ああ、どういうことだ。あっけに取られている夫に私は説明した。実は私が投稿していた作品を出版社の人が見ていて、直接私に連絡をくれたのだ。作品の内容が面白いからと、漫画家の人とタッグを組んで漫画として連載をしようという話を持ちかけてくれたのだ。読み切りで漫画雑誌に掲載されたのだが、それが好評で、なんと書籍化が決定したのだ。夫の浮気の事実を知り、悩んでいたところに届いたメールは書籍化決定の知らせだった。これで独り立ちできると思ったことも今回離婚を決めた理由の一つだ。うん、なんだよ。それじゃあ今度はお前が俺を養えよ。お前がしたことのせいで俺は失業しそうなんだぞ。理不尽に怒った夫がそう言うと、その瞬間私はコップに入った水を夫にぶっかけた。うん、何すんだよ。冷たいだろ。熱い味噌汁じゃなかっただけマシだと思いなさい。あれは被害届を出したっていいんだからね。浮気の慰謝料の請求だけで済んだことを良かったと思いなさいよ。私がそう怒鳴ると夫は取り乱していた。わかった。俺は離婚したくないよ。今までの態度も改めるから。私はそうやってすがってくる夫を振り払い、問答無用で喫茶店を後にした。その後、私と夫の離婚は成立した。弁護士をつけたおかげで、浮気の慰謝料はすぐに支払われ、財産分与も受け取ることができた。その後、夫は勤めていた会社を解雇になり、浮気相手からも訴訟を起こされることになった。そして慰謝料を支払わなければならない羽目になり、そのせいで莫大な借金を抱え、今ではボロアパートに住みながら、掛け持ちでバイトをして借金を返す日々を送っているようだ。だが彼の自業自得なので同情の余地はない。一方の私は慰謝料で新しいマンションに引っ越し、平和で快適な日々を過ごしている。書籍化された漫画は売れ行きも好調で、雑誌の連載でのアンケートの順位も高い。いつかアニメ化されたりしたらいいなと思いながら、私は目の前の執筆作業に魂を込めて毎日頑張っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。俺の可愛い彼女が男の子を妊娠したんだよ。え？だからさ、俺とは離婚してくれ。そもそも女の子しか産めないお前が悪いんだ。男産めない嫁に価値なんてないんだよ。そのように私を罵倒する夫。私も我慢の限界だった。そう、男の子が産めなくてごめんなさい。あなたの要望通り別れることにするわ。あと私からもお願いがあるんだけど。あんだよ、お願いって。慰謝料はなしにしてほしいの。私の名前は香織、40歳の主婦だ。夫の健太とは結婚して10年になる。私たちの出会いは合コンだった。推しに弱い私は積極的にアプローチをしてきた彼に惹かれてしまった。それから2人で会うようになり、そして定期的にデートや食事をするようになった。だが彼はぐいぐいと男らしく引っ張っていってくれたし、気遣いもできる人だった。私はそんな彼のことがどんどん好きになっていった。そして交際を始めてから1年半ほどが経った頃、彼にプロポーズをされて私たちは結婚することになったのだ。香織といるとすごく落ち着くんだ。だからこの先もずっと一緒に俺と人生を歩んでほしい。俺と結婚してください。私は彼からプロポーズをされてものすごく嬉しかった。もちろん私の答えはイエスで、こうして私たちは結婚することになった。それからすぐに結婚の挨拶をお互いの親にしに行くことになったのだが、彼から義両親は厳しい人だと聞いていたので、私はものすごく緊張していた。実際に義実家に行くと、義両親は優しく出迎えてくれたが、それでも確かに礼儀などに厳しそうな雰囲気はあった。もちろん、ちゃんと失礼のないようにしっかりと丁寧な態度を心がけたが、それでも終始緊張しっぱなしだった。とりあえず義両親は私のことを認めてくれたようだ。特に結婚に反対をされることもなく、息子をよろしくねと言ってもらえた。それから両家の顔合わせも済ませ、そして私たちは結婚式を挙げた。その後始まった結婚生活。新婚生活はとても楽しく幸せだった。
私は夫から結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので会社を辞めて専業主婦になった。そして家事を一生懸命に頑張りながら夫のことを支えた。最初は幸せな日々を過ごしていたのだが、だんだんと夫の悪い部分も目立つようになっていた。例えば夫は食べ物の好き嫌いが多かった。まだ結婚前のデートをしている時は夫が店を選んでいたし、食べたいものを食べていたから気づけなかった。実際に家庭に入って私が栄養バランスを考えた料理を作ると、野菜が入っているものを食べようとしなかったり、魚は嫌だと言ったりとかなり面倒だったのだ。その度に私は作り直しをしないといけなくて本当に大変だった。何度か夫でも食べられるように工夫をしてみても、まるで子供のように食べるのを嫌がった。そして他には家での生活態度がだらしなかった。食べ終わった食器はそのままだし、服は脱ぎっぱなし。ズボンにティッシュだったりレシートが入ったまま脱いでるから、それに気づかずに洗濯をしてしまって大惨事になったこともある。夫にそういうところを直すように注意をしても全然聞く耳を持ってくれない。それどころか私が口うるさいというような態度を取るのだ。なんか妻じゃなくて母親みたいだよな。俺はもっと自由になれると思ったんだけど。夫の発言を聞いて私は義両親は厳しいんじゃなくて夫がだらしなさすぎるから厳しくしていたのではないかと思うようになった。実際義実家に行くたびに義両親には夫の家での過ごし方について聞かれることがある。よくよく話をしてみるとやっぱり夫は昔からだらしなかったようだ。それから私は夫についてのことを義両親に相談をするようになった。義両親は申し訳ないと私によく謝ってくれたが、義両親は悪くない。それに私にはそうやって話を聞いてくれるだけで嬉しかった。その後私は妊娠をし娘が生まれた。子供ができれば夫も少しは変わるかもしれない、そう期待していたのだが、そうはいかなかった。夫の態度は相変わらずで、子供が2人いるような状況だ。義両親には孫の顔を見せに行くついでに夫についての愚痴も聞いてもらった。義両親は私のとてもいい相談相手になっていた。夫のことも注意してくれたが、夫はあまりピンときていない様子だった。何が悪いのか分かっていない感じだ。そして夫について私は気になることがあった。それは娘とあまりコミュニケーションを取ってくれないことだ。子育てに興味がないのか全然あやしてくれない。私が手が離せなくて娘の相手をしてもらおうと思って頼んでもすごく面倒くさそうに相手をする。私はそうやって子育てに協力的でない夫に対してどんどん幻滅していった。そして夫は思うように給料が上がらなかった。このままでは娘の学費などを貯めるのが難しくなる。そこで私は今まで働いた経験を生かし、在宅で働ける仕事をすることに。パソコンを使うので家でもできる仕事だ。夫に相談をすると家事がおろそかにならないならやっていいと言ってもらえた。それから私は一生懸命働いて子育てと家事も頑張った。大変だったが娘のことを思い必死になって両立をした。そのおかげで私は自分が思っていた以上に稼ぐことができ、娘の将来の学費もどんどん貯めることができた。そして娘はすくすくと成長し、とてもいい子に育っている。私は娘と話しているだけで癒され、そしてまた頑張ろうと思えた。娘は小学生になり、学校でもお友達ができて楽しそうな毎日を送っている。だがそんな中、ある日夫がまさかの発言をしだした。ちょっと話があるんだ。一体何？夫とは最近全くちゃんと話をしていなかった。平日は毎日のように帰ってくるのが夜遅いし、週末は朝帰りだったり、一人でどこかに出かけてしまっている。完全に私や娘と関わるのが嫌だという感じだ。しかもつい数年前ほどから、高齢である義両親は体調を崩しやすくなり、私は通院のたびに車を出してあげたりしていた。それらすべては私に丸投げで、義両親のことを心配する気配もない。正直言って夫に対してはもう何も期待をしていなかった。気休め程度に入れてくれる生活費だけが夫の価値という感じだった。完全に夫婦の関係は冷めきっていた。それがいきなり話があると言われて驚いた。だがそれ以上に内容に驚いた。
俺の可愛い彼女が男の子を妊娠したんだよ。え？だからさ、俺とは離婚してくれ。私はいきなりそんなことを言われて目が点になった。彼女ってあなた不倫をしていたってこと？今は彼女が本命だよ。そんなの関係ないわ。不倫は不倫じゃない。まあどうでもいいが、とにかくそういうことだから。ちょっと待ってよ、いきなりそんなこと言われても困るわよ。うるさい、お前に発言権はないんだよ。そもそも女の子しか産めないお前が悪いんだ。俺は後継となる男の子が欲しかったんだ。男産めない嫁に価値なんてないんだよ。そのように私を罵倒する夫、どこまでも最低な男だ。もう許せない。私も我慢の限界だった。そう、男の子が産めなくてごめんなさい。あなたの要望通り別れることにするわ。ああ、素直じゃないか。話が早くて助かるよ。さっさとこの家からも出てってくれよ。ええ、もちろんよ。あと私からもお願いがあるんだけど。ああ、お願い。夫は何か要求されると思っているようで顔を潜めた。あんだよ、お願いって。慰謝料はなしにしてほしいの。え？夫は私の発言に目を丸くした。お前何言ってんだ。別に俺はその方がありがたいけどよ、慰謝料いらないってどんだけお人よしなんだ。夫は私の発言が理解できずに笑っていた。だが私の話はそこで終わりではない。慰謝料を請求しない代わりに財産分与もなしにしてほしいの。私がそう言うと夫はさらに笑った。お前本当に頭おかしいぜ。おうおう、全然それでいいよ。ああ、もしかして俺の金は絶対に受け取りたくない的な。そういうプライドとか捨てた方がいいぜ。金は金だからな。もらえるものはもらっておいた方がいいんだぞ。でももう遅いからな。俺たちの離婚に慰謝料も財産分与もなしだ。ええ、それでいいわよ。私がそう言うと夫は危機としていた。じゃあ早速この離婚届にサインしてくれ。夫がそう言っておいた離婚届を受け取り、私はすぐに記入をした。いつになったらこの家から出ていけそうだ。娘の転校のこともあるし、すぐには無理よ。そうか、じゃあ2ヶ月だ。俺はその間彼女の家にいる。2ヶ月以内にさっさとこの家から出ていけ。わかったわ。それくらい期間があれば大丈夫よ。夫はことがスムーズに運んだことがよほど嬉しかったのか、口笛を吹きながら必要なものをまとめて家を出ていった。本当に自分勝手で最低な男だ。夫との話し合いの後、娘が心配そうに私の元に駆け寄ってきた。お母さん大丈夫？ええ、大丈夫よ。心配をかけてごめんね。お父さんとお母さん離婚することになっちゃった。これからは離れ離れに暮らすことになるわ。全然いいよ。だってお父さん普段から家に全く帰ってこないじゃない。久しぶりにお父さんの顔を見た気がするし、なんか知らないおじさんが家にいるような感じがして落ち着かなかったよ。そっか。娘の発言に私は笑ってしまった。ここまで夫と娘の絆が弱いのなら、シングルマザーとして娘と二人暮らしになっても娘を悲しませることはないだろう。私はそう思い、それからすぐに娘と引っ越しの準備を進めた。娘は私の地元に引っ越すことに同意をしてくれた。私の実家には兄一家が住んでいて、そこに姪っ子がいるからだ。娘は帰省のたびに姪っ子に遊んでもらっていて、実の姉妹のように二人は仲がいい。だから姪とこれからたくさん遊べるなら全然構わないと言って転校になることを承諾してくれたのだ。それから私は地元で暮らしやすい部屋を探し始めた。たくさんネットで部屋情報を見て、実際に内見もしていいと思った部屋を契約した。娘も自分の部屋が広い上に実家からも近いということですごく喜んでいた。これから夫がいない状態で新居での生活が始まると思うと楽しみで仕方ない。なんでもっと早く別れなかったんだろう。まあもちろんいろいろな理由があるにしろ、離婚に踏み切ってもよかったと思う。だがこうして離婚が決まって本当によかった。私はそう思いながら娘と荷物をまとめて新居に引っ越した。もちろんこれで終わりではない。元夫と不倫相手に対しての復讐が残っている。ここからが本番だ。
私は少しずつ進めていた計画を実行することにした。ああ、やっぱり広いね。そうね、これからたくさんお友達を作って家に呼べるといいわね。うん、茜ちゃんに来てもらおう。そうだね、家も近いからたくさん来てもらえるわね。娘は姪と遊べることが楽しみで仕方がない様子だった。そしてそれから私は別のやらなければならないことをして、全てが整った頃に元夫に連絡をした。ああ、やっと引っ越したか。ええ、ちゃんと2ヶ月以内に引っ越したわよ。1ヶ月半ってところが、まあ上出来だな。それじゃな、もうお前とはこうして話すこともないだろう。せいぜい娘と2人で貧しくて寂しい生活を送ってろよな。あなたもせいぜい頑張ってね。はあ、お前よりも頑張る必要はないから安心しろ。じゃあな。そう言って元夫は電話を切った。まあこれで終わりではない。きっと元夫は私に再び電話をしてくるだろう。それから数日後、案の定元夫から電話がかかってきた。もしもし。おい、一体どういうことだよ。あれ、もう話すことはないって言ってなかった？そんなのどうでもいいんだよ。それよりどういうことだよ。なんで赤の他人が俺の家に住んでるんだよ。あら、もう新しい人が住んでるのね。やっぱりいい家だから住居人がすぐ見つかるのね。ふざけんな。勝手に他人を住まわせるなんておかしいだろ。俺はあの家を売ってないぞ。不法侵入で訴えてやる。何言ってるの？あの家はあなたが所有している家じゃないでしょ。はあ？あれは俺の家だろ。いいえ、違うわ。あの家はお父さんの家よ。え？あなたやっぱり忘れてたみたいね。私たちはお父さんが名義の家に住まわせてもらっていたんじゃない。今回のこと全部話したわ。まあもともとあなたの態度に疑問を抱いていたみたいだけど、今回のことで一気に愛想を尽かしちゃったみたい。それであの家は売りに出すことにしたそうよ。そんな嘘だろ。父さんが俺を裏切るはずなんてない。まあそう思いたかったらそう思えばいいわ。だけどお父さんとお母さんは二人とも私に同情してくれたわ。そしてバカな息子が申し訳ないって謝ってた。もうあなたとは会うつもりはないって言ってたわ。まさかそんなことは。信じたくないならお父さんたちに会いに行けば。私がそう言うと元夫はすぐに電話を切った。おそらく義実家に行ったのだろう。まあ引っ越してこようとして家に入れなかったのだからそうせざるを得ないだろう。それから2時間ほどが経った頃だろうか、また元夫から電話がかかってきた。おい、俺の実家がなくなってるぞ。どういうことだ。実家がないってどういうこと？言葉のまんまだよ。さら地になってるんだよ。あらら、それはびっくりね。ふざけるなよ。意味わかんねえよ。父さんたちに電話をかけても繋がらないし、どこに行ったんだよ。完全に見捨てられたってことね。言った通りだったでしょ。あなたは縁を切られたのよ。本当に父さんたちが俺のことを。どうして俺を。最低なことをしたんだから当たり前でしょ。それくらい不倫をして家族を裏切ることは罪深いことなのよ。家族全員を失う覚悟で別の女のところに行きなさい。元夫は何も言えないようだった。だがその後、言われっぱなしでは終われないと思ったのか、私に突っかかってきた。大体お前だって困るのは同じだろう。稼ぎが少ない主婦のお前が俺の給料なしで生活できんのかよ。しかも子供を抱えた状態でよ。ご心配なく、私はちゃんと娘を養うだけの稼ぎはあるから。ああ、どういうことだ。あなたって本当に私に何の興味もなかったのね。私は在宅の仕事でそれなりに稼いでいたのよ。だからあなたの扶養にだって入っていないでしょ。そうだったっけか。まあいいわ。とにかくそういうことだから、私も娘も離婚したって何も困らないし、お父さんたちはあなたを捨てたの。あとあんたの不倫相手には慰謝料を請求するからね。ちょっと待てよ。慰謝料は支払わなくていいって言ったじゃないか。それはあんたとの約束よ。不倫相手は別の話。ちゃんと慰謝料をもらうから。ふざけんなよ。そんなの許されないぞ。あなたが許そうが許すまいが関係ないわ。あとは弁護士を通してやり取りしましょう。それじゃあ電話を切るから。せいぜい頑張ってね。あ、ちょ、
私はそう言って電話を切った。それから元夫から電話がかかってきたが、すべて無視をしてやった。その後、私は弁護士を通して不倫相手に慰謝料を請求し、300万を支払ってもらうことになった。ちなみにその慰謝料は元夫が肩代わりをして支払ったらしい。また今回の不倫については元夫の職場にも報告をした。元夫は会社で冷たい目で見られ、肩身の狭い思いをしながら働き、ミスを連発してしまうようになったそうだ。結局減給処分になり、地方の支店の窓際部署に飛ばされたようだ。また不倫相手はそんな元夫に見切りをつけて、すぐに元夫の元を去ったらしい。元夫は慰謝料を肩代わりしたのに捨てられてしまい、最終的には家族もお金も全てを失ってしまった。現在は誰も知り合いがいない土地で、一人寂しく貧しい生活を送っているそうだ。だが全ては元夫の自業自得だ。ちなみに元義両親は、私が調べて教えた高級介護施設にて夫婦仲良く幸せに暮らしている。家を売ったお金だったり、義実家を更地にして駐車場を建てて得ている収入のおかげで、何も問題なく施設の費用を支払えているそうだ。そして私は娘と二人で楽しい毎日を過ごしている。実家が近いので、頻繁に兄一家と両親と私で食事を一緒にしたり、庭でバーベキューをしたりと、家族仲良く幸せな時間も過ごせている。娘は姪と楽しそうに遊んでいて、お互いの家を行き来して仲良くしている。学校でも友達ができたようで、私は安心した。これからも一生懸命に仕事をしながら、娘の成長を見守っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。こんな高いホテルの宿泊の支払いしてくれて本当にありがとう。え？何の話？だから、高級ホテルのことよ。支払い？してないけど。どういうことよ。私を騙したのね。私の名前はリサ、34歳の会社員だ。夫のケンジとは結婚して8年になる。私たちの出会いは合コンで、話してみるとびっくりするほど価値観や趣味嗜好が似ていたことで意気投合し仲良くなった。リサさんとは気が合う気がします。私も同じこと思ってました。よかったら連絡先を教えてもらってもいいですか？もちろんいいですよ。彼は積極的に私にアプローチをしてくれた。毎日メッセージを送ってくれて、私は彼と夜に LINE でやり取りするのが楽しみになっていた。それからデートにも誘ってくれるようになり、私たちは2人で会うようになった。私たちは2人とも音楽が好きで、好きなアーティストの話をしているだけで時間があっという間に終わる。私は彼と一緒にいて話しているだけで幸せを感じていた。もうこの頃には好きになっていたと思う。その後、私たちは何度かデートを重ねて付き合うことになった。彼は付き合ってからも私にとても優しかった。そして毎回デートプランを真剣に考えてくれて、私を大切にしてくれているのが分かった。彼のことを私はどんどん信頼していき、いつか彼と結婚したいと思うようになった。するとある日、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。俺はリサと一緒にいる時間が一番素でいられるんだ。一生君の隣でいて幸せにし続けていきたい。だから俺と結婚してください。私もケンジと一緒にずっといたいと思ってる。これからもよろしくお願いします。こうして私たちは交際を始めて1年半ほどが経った頃に結婚をすることになった。そして結婚をしてから1年後には息子の渡るが生まれ、幸せな日々を過ごしていた。結婚後は義実家の近くに住んでいたので、妊娠中は義母が様子を見に来て家事を手伝ったりしてくれたので本当に助かった。嫁いびりをするような人じゃなくて本当に良かったと思う。夫は結婚する前から優しくて素敵な人だったが、結婚後も変わることなくとてもいい人だ。子育てにも協力的だし、家事もできるから私の負担はかなり少ない。しかも料理がとても上手で、夫の方が美味しく作れるメニューもある。私にはもったいないと思えるほどに素敵な旦那さんだ。優しい夫に義両親、そうやって家族仲良く幸せに暮らしているのだが、一人だけ例外がいた。それは義妹の優香だ。義妹は私の6歳下で現在28歳だが、就職はしておらず、未だにフリーターをしている。
しかもフルタイムで働いているというわけではなく、週3、4で1日の勤務時間も5、6時間くらいだそうだ。まるで主婦のような働き方だが、結婚もしていないし実家住まいだ。そしてこの義妹が結構厄介な存在で、私たち夫婦を困らせてくる。お姉さんお帰りなさい。え、なんでゆうかちゃんがここに？私が仕事から帰るとマンションの前に義妹が立っていた。もう遅いよ、待ちくたびれちゃった。一体どうしたのよ。いいから部屋に入れて温かいものを飲ませて。勝手に待っていたくせにそうやって怒ってくる義妹。私はため息をつきつつ義妹を家の中に入れて温かいココアを作ってあげた。おいしい、あったかい。何しに来たの？ひどいなお姉さん、そんな迷惑そうな顔しなくてもいいじゃない。迷惑そうな顔というか、迷惑だと感じているからこういう顔をしているのだ。結婚前に夫から義妹はかなり自分勝手だという話を聞いていた。自分の思い通りにならないと気が済まないタイプで、だから仕事も長続きしないと聞いていた。本当に夫が言っていた通りの人だなと、こうやって接してみてよくわかる。それでも結婚当初は可愛い妹ができると思って期待していた。私の兄弟は兄と弟が一人ずついて、何をするにも男の子っぽい遊びが多かった。私は妹と買い物に行ったりカフェに行ったりということに憧れていた。義妹とはそういうことができるかもしれない。そうやって楽しみにしていたのだが、義妹は夫の言う通りかなりのくせ者で、正直なるべく関わりたくないと私はすぐに思った。きっかけは結婚後に初めて義妹が遊びに来た時のこと。これからお姉さんとは長い付き合いになるわけだし、まだ結婚のお祝いをしっかりとやってなかったから、美味しいものでも食べよう。義妹はそう言い、高級寿司の出前を取ろうと言った。私も夫も新婚で少し気持ちが高ぶっていたこともあり、義妹の案に賛成した。だが高級寿司が届くと財布を持ってくるのを忘れたと言い、とりあえず私と夫で立て替えることに。しかし義妹はお祝いだからと実家からお酒をたくさん持ってきていて、みんなで飲もうと言って大量のお酒を飲んでいた。そのため支払いのことなど完全に忘れている様子だった。誰よりも多くお寿司を食べていたし、私が作ったおつまみもペロリと平らげ、お酒もほとんど義妹が飲み干してしまった。これって私と夫の結婚のお祝いのための宴会だよね、と頭の中で疑問に思ったのを覚えている。そういった体験があるので、義妹とはなるべくお金が関わることはしたくなかった。実際、私が立て替えたお金は未だに返ってきていない。しかも義妹はバイトをコロコロと変えているようで、さらには辞めてから次の仕事を始めるまでかなりの時間がかかるらしい。その間は就活を頑張っているのではなくて、ずっと家でダラダラ過ごしているんだとか。それなのに親からお小遣いをもらって友達と遊びに行ったりということをしているらしい。義両親も何度も注意をしているそうで、義妹にもっとまともになってほしいと思っているそうだが、義妹は全然聞く耳を持ってくれないんだとか。そして義妹は都合がいいというか、かなり自分勝手で、私たちが外食をしようとすると必ずついてこようとする。っていうか、私たちを監視してるんじゃないかってくらいにタイミングよく出かけるときに遊びに来る。あれ、今からどこ行くの？家族でご飯に行くところだったんだよ。え、じゃあ私も行きたい。ダメだよ、いきなり来て何を言ってるんだ。え、お兄ちゃんたちと遊ぼうと思って来たんだから連れてってよ。わたるくんも私とご飯食べたいでしょ。ご飯食べる。ほら、わたるもそう言ってるよ。わたるはただ食事をするっていう意味で言ってて、お前とご飯が食べたいと言ってるわけじゃないぞ。細かいことはいいから。あなた、もうそろそろ行かないと混んできちゃうよ。そうだな、仕方ない、お前も来いよ。やったー、今日はどこ行くの？焼肉だよ。はーい、たくさん食べようっと。いや、普通は遠慮しろよ。義妹は無理やりついてきて、焼肉でも自分が食べたいものをどんどん頼んでいった。そのため本来予定していた以上の金額がかかったし、義妹はずっと喋っててうるさくて、あまり外食を楽しめなかった。そういうことが何度も続き、私と夫も義妹にはすごく悩まされていた。ある時はドライブにまで無理やりついてきたし、しかも勝手についてきたくせに疲れたから早く帰りたいとか、私たちが翌日仕事なのにこの際ホテルに泊まろうとか言い出す始末。いっそのこと出先で置いて帰ろうかと思ったほどだ。そして義妹は何においても必ずお金を支払わない。
開き直りもいいところで、自分はフリーターだから支払う余裕はないとのこと。それなら何でも遠慮してほしいと思うのだが、遠慮なんて一切せずに私たちにたかってくる。ひどい時は私たちにお金を貸してほしいとお願いしてくるほどだ。もちろん私も夫も絶対にお金だけは貸さないようにしている。その都度義妹はつまらない顔をしているのだが、そこは心を鬼にして断固とした態度で接していかなければならない。だがそんな中で義妹はさらに面倒なことをしでかした。きっかけは私と夫の5年目の結婚記念日のお祝いとして旅行を計画していたことだった。5年目という節目だし、どうせなら盛大に祝おうと思っていた。するとどこで嗅ぎつけたのか、義妹がある日家にやってきた。お兄ちゃんたち高級ホテルに泊まるんでしょ。え、どうしてゆうかちゃんがそれを知ってるのよ。誰から聞いたんだ。私の情報網をなめないでよね。こういう嗅覚は優れてるんだから。私と夫は絶句した。なんで旅行について知られているのだろうか。義両親には軽く話していたが、義妹には一切話さないようにと夫が頼んでいた。だから話が漏れるわけはないだろう。そして義妹は驚きの発言をした。ねえねえ、私も一緒に連れてって。ふざけるな。どうして家族の旅行にお前を連れていかないといけないんだよ。私も家族じゃない。そういう意味じゃない。俺とリサとワタルの3人って意味だ。俺たち親子の旅行なんだ。しかも5周年の結婚記念も兼ねてるんだ。お前は関係ないんだからついてくるな。へえ、私もお兄ちゃんたちの結婚記念のお祝いをしたいんだよ。なんならワタル君と2人で部屋でお留守番してるから、一緒に観光とかしてきなよ。いい加減にしろ。お前はそうやってわがままばっかり言って恥ずかしくないのか。母さんと父さんのすねをかじって生き続けて、もし2人が亡くなってしまったらお前はどうやって生きるんだ。少しくらいちゃんと現実を見ろ。1人で自立して生きていけるくらいになれよ。な、何を、どうしてそんな意地悪を言うのよ。お兄ちゃんなんて大嫌い。俺はお前のためを思って言ってるんだ。まあお前にこれ以上俺たち家族の幸せな生活の邪魔をされたくないってのもあるがな。俺たちは絶対にお前を旅行に連れていかないからな。どうしてよ。私だって高級ホテルに泊まりたいのに。それなら自分で稼いでいけ。夫は頑なに義妹がついてくるのを拒んだ。そもそも人数を追加することは難しいのよ。人気で予約がいっぱいのホテルだから。お姉さんばっかりずるい。は？いつもいい思いしてるじゃない。おい、何言ってんだよ。リサは自分で会社員としてちゃんと稼いでるんだよ。知らないわよ。そんなこと言ったって、お兄ちゃんと結婚してるから恩恵を受けられてるんでしょ。玉の腰に乗ったみたいな感じじゃない。もう相手にするのも面倒だった。いい加減にしろ。もうお前帰れ。来たばっかりじゃない。お菓子ちょうだい。分かったから、このシュークリームでも持ってけ。夫は冷蔵庫にあるスーパーで買ったシュークリームを持たせた。トイレ借りて帰るから。早くしろ。とりあえずもうここには来ないでくれ。もうひどいな、お兄ちゃんは。義妹はブツブツ文句を言いながらトイレに行った。そして今に戻ってくると、しっかりとシュークリームを持って帰っていった。私と夫はどっと疲れた。本当にあいつはどうしようもないな。さすがに結婚記念日の家族旅行にまでついてこようとするのはありえないわね。だが義妹はこれで諦めるような人ではなかった。ある日いきなり夫の元にホテルから電話がかかってきた。その内容は義妹が人数追加の連絡をしてきたということだった。どうして義妹がホテルの名前を知っているのかわけがわからなかった。本人じゃないので義妹が連絡をしても追加は許可できなかったそうで、すると義妹は本人から許可は得ていると言い張ったらしい。そしてホテル側が夫に連絡を取って確認をしてきたというわけだ。夫はもちろん追加は許可していないと断ったのだが、電話を切った後に何か思いついたようだ。俺ちょっともうあいつのこと許せないから、一回懲らしめていいか。夫はそう言ってとある計画を話してきた。さすがにそれは大丈夫かと心配だったが、まあ義妹を懲らしめるためならいいかと私も承諾をした。その後夫は義妹に連絡をした。勝手に追加しようとするなよ。大体どうやって宿泊先のホテルの名前を知ったんだ。予約表をお兄ちゃんの部屋で見つけて写真に撮ったのよ。この前お前を追い出した時か。
そうそう、私だけ仲間外れとかダメだから。お前がそこまで行きたいならいっそのことお前一人で行ってこい。え？マジでいいの？実は急な仕事で俺が行けなくなるんだ。結婚記念日のお祝いができなくなるから俺たちは別日に祝うことにしたんだ。あら、そうなんだ。予約者の名前を変えておくし、連絡先もお前にしておくから。オッケー、やった、楽しみ。義妹はウキウキした様子で電話を切った。だが有頂天になっているため大事なことを忘れているようだった。それから2週間後、義妹はあの高級ホテルに宿泊しに行った。その日の夜、義妹から電話がかかってきた。お姉さん元気？あら、ゆうかちゃん、随分と楽しそうね。だってこんないいホテルに泊まれてるんだもの。お兄ちゃんが仕事じゃなかったらお姉さんも泊まれたのに残念だね。そうね。いやー、スイートルーム最高だわ。え？スイートルーム？部屋はスイートではないはずだ。部屋を変更したの？うん、だってちょうど空いてるって言ってたから。マジでセレブになったって感じ。こんな高いホテルの宿泊の支払いしてくれて本当にありがとう。え？何の話？だから高級ホテルのことよ。お兄ちゃんもなんだかんだ私のこと大事にしてくれてるのよね。支払い？してないけど。え？嘘でしょ？宿泊代支払い済みなんじゃないの？何言ってるのよ。その予約は現地での後払いよ。宿泊を終えてから支払うことになってるのよ。え？どういうことよ。私を騙したのね。騙してなんかいないわよ。だって予約表を写真で撮ったのよね。だったらそこに書いてあるわ。ちゃんと読まなかったあなたが悪いわよ。そんな知らないわよ。私は予約してないんだから、お兄ちゃんとお姉さんが支払ってよ。何言ってるのよ。予約者の名前はゆうかちゃんに変わったでしょ。人数も全部変更したんだから私たちは一切関係ないわよ。待ってよ、私100万なんて持ってないよ。100万？あ、スイートに変更したからそうなったのね。自業自得よ。自分で何とかしなさい。言っておくけど、私もケンジも絶対に助けないから。それじゃあね。あ、ちょっと待ってお姉さん。私はそうやって電話を切り着信拒否をした。ちなみに夫もすでに義妹の電話を着信拒否にしている。これで義妹は私たちを頼ることはできない。まあ義両親のことを頼るのだろうが、これも想定済みだ。義妹はその後案の定義両親に連絡を取った。そして義両親はホテルに出向き、100万を義妹の代わりに支払った。だが義両親は義妹を甘やかしたわけでも許したわけでもない。そのまま義両親は義妹をとある場所に連れて行った。それは地方の田舎の農家だ。実はそこは義父の弟が経営する畑で、義妹はそこに無理やり連れられて降ろされた。ちょっとこんなところに降ろしてどうする気？お前はこれぐらいしないと返ししないだろ。私たちが建て替えた100万円分をこの農家で働いて返せ。住む家と食事だけは弟が提供してくれる。それ以外は全部農業を手伝い自分で稼げ。もちろん私たちへの借金の返済分を引いてからお前は自分の小遣いを稼ぐことになるがな。そんな逃げることは考えるなよ。今まで私たちがお前のスマホの通信費も支払っていたが、それもやめる。何もかも農作業で稼いだお金だけで全部自分でやりくりしろ。嘘でしょ。私に農作業なんてできないよ。だったらホームレスにでもなれ。それじゃああとは弟に引き継ぐから。そう言って義両親は義妹のことを置いていったそうだ。嫌だ、助けて。安心するから都会に戻してよ。義妹はそうやって泣き叫びながらその場にひざまずいていたそうだが、義両親は無視をして車に乗って帰ってきたようだ。現在は義父の弟によってかなりきつい農作業をさせられているらしい。ひいひい言いながら毎日働き、相当しごかれているそうだ。まあ自業自得だし、それくらいやらないと変わらないだろう。ちなみに義妹は何度か逃げようとしたそうだが、交通費も稼げていない上に運転免許も持っていないから車を勝手に使って逃げることもできず、結局農家に戻って農作業をしているそうだ。
一方、私と夫は平和な日常を取り戻し、後日改めて息子と3人で高級ホテルに泊まって結婚5周年の記念のお祝いをした。これからも私たちは夫婦仲良くしていきながら息子の成長を2人で見守っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。今日から俺の親も同居させるからな。嫁が親の介護をするのは常識だからしっかりやれよ。あまりにも理不尽すぎる夫の発言だが、私だって言われっぱなしではない。すでに準備はしてきていたのだ。え？もう私は嫁じゃないけど。私の名前は香織、32歳の専業主婦だ。夫の浩平とは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンで、私は彼に猛アプローチをされた。だが私はなぜ私にこんなに積極的に来るのかわからなかった。というのも彼は爽やかでかっこよくて、しかも大手企業に勤めるエリートサラリーマンだ。だから他の女性陣からも人気で、私になんか興味がないだろうと思っていた。それが彼の方から私に言い寄ってきたので驚いてしまった。だけどもちろん悪い気はしなくて、私は彼と連絡先を交換し、その後デートにも行くようになった。彼はデートプランをしっかりと考えてきてくれて、いつも私のことを楽しませてくれた。最初は遊びで私に言い寄ってきたのかなと心配だったが、毎回ちゃんと本気でデートをしてくれるので、私は彼を信じることにした。そしてその後彼に告白をされて、私たちは付き合うことになった。交際が始まってからも彼は私をとても大事にしてくれた。そんな彼のことを私はどんどん好きになっていく。彼と結婚できたらいいなと将来のことも考えるようになった。するとそんな中、ある日彼が私のことを高級レストランに連れて行ってくれた。記念日でも何でもなかったから私はもしかしてと思った。レストランの料理はとても美味しくて私はとても感動した。夜景も綺麗でお酒も美味しくて幸せな気分になった。そしてデザートも食べ終えた頃、彼は真剣な目で私を見つめてきた。もしやここで来るのか。私は一気に緊張した。すると彼はスーツのポケットから小さな箱を取り出して私に指輪を渡してきた。香織、俺は君とこの先の人生も一緒に歩んでいきたい。俺と結婚してくれないか。はい、よろしくお願いします。私はこの上ない幸せを感じた。彼からプロポーズをされたことはとても嬉しかった。それから私たちはお互いの両親に挨拶に行き、そして両家の顔合わせも済ませて結婚式を挙げた。プロポーズから結婚式まで本当にあっという間で、いきなり夫婦になったような気分だった。だけど彼との新婚生活はとても楽しくて、私は幸せを感じていた。夫からは結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、寿退社をして専業主婦になった。それからは夫を支えるために家事を一生懸命に頑張っている。結婚当初はうまくいっていた。夫は私が作る料理が美味しいと言ってくれたし、休みの日も夫婦仲良く楽しい時間を過ごせている。だが結婚して2年ほどが経った頃だろうか、だんだん夫の態度が変わっていった。なんていうか私に冷たいのだ。今までは私が作った料理を美味しいと言ってくれていたが、最近は何も感想を言ってくれない。それどころか家に一緒にいても全然会話をしてくれないのだ。私が話しかけても一言返事するだけで広げてくれない。そしてずっとスマホを見ているかテレビを見ているかのどちらかだけだ。休みの日にお出かけをしようと誘ってもめんどくさいと言われてしまう。私のことがもう好きではなくなってしまったのだろうか。私はそんな風に不安になった。だが夫は必ず晩ご飯も弁当も要求してきて、ちょっとでも遅れたり納得がいくメニューが出てこないと怒ってくる。お前は俺の稼ぎで暮らしているのに、どうしてちゃんと家事ができないんだ。専業主婦にさせた意味がないじゃないか。そうやって責められて私はショックだった。どうしてそんな風に怒ってくるのだろうか。優しかった夫はどこに消えてしまったのだろうか。そして私にはもう一つ悩みがあった。それは義母の存在だ。義母は結婚の報告をした時から私のことを嫌っている節があった。義父はとても私に優しいのだが、義母はずっと私を睨みつけて話しかけても来なかった。そして結婚後に初めて義実家に行った際、私が料理を手伝っていると義母はこんなことを言ってきた。私は大事な一人息子があなたみたいに地味でどうしようもない女と結婚して心底がっかりしているのよね。
あの子ならモデルとか社長令嬢とかそういうハイレベルな女性と結婚できたと思うの。どうしてあなたみたいなのに引っかかってしまったのかしら。面と向かってそんなことを言われて私はものすごく驚いたし傷ついた。いくらなんでもひどすぎる。私はこの時から義母のことが一気に苦手になった。だが夫は義母のことを慕っていて、よく母さんは素晴らしい人で優しいと言っていた。だからきっと義母にいびられているなんて言っても私の味方はしてくれないだろう。その後は私は夫が帰省すると言っても義実家になるべくついていかないようにした。夫はその点についてはあまりしつこく言ってこなかったが、しばらくしてから義母の方からこちらにやってくるようになった。しかも義母は平日の日中にいきなりやってくるのだ。え、お母さんどうしたんですか。ちょっと入れてくれないかしら。あら、中に入れられない事情でもあるの。もしかして男でも連れ込んでいるのかしら。そんなことしてません。だったら中に入れなさいよ。そうやって言われてしまっては中に入れないわけにはいかない。私は仕方なく義母を家の中に入れた。義母は部屋をくまなく見て回り、そして今にやってくるとため息をついた。あなた掃除が全然できていないわね。こんな汚い部屋にあの子を住まわせてるの。本当にかわいそうだわ。家に来るなり文句を言ってくる義母。そして私にお茶菓子を早く用意するように言い、テレビをつけてソファーでくつろぎ始めた。私は仕方なくお茶とお茶菓子を用意する。義母は当たり前のようにそれを食べながら私に小言を言ってきた。だいたいあなた、いつでも人が来てもいいように綺麗にしておくのが常識でしょう。そうやってサボってばかりだったら息子に捨てられるわよ。いきなり来る方が非常識だろうと突っ込みたかったが、私はぐっとこらえた。そして義母はその後もひたすら私のことを罵倒し続けた。あなたいつになったら子供を産むのかしら。孫の顔も見せられない、家事もできない、見た目も地味。どこに取り柄があるの。本当に嫁として最悪よ。どうしてそこまで言われなければならないのか。私としてはあなたは姑として最悪だ。そんな言葉が喉まで出かかったが、私は我慢した。きっと私が言い返したら義母はさらに怒るだろう。そうなったら収拾がつかなくなる。私は嵐が過ぎ去るのを待ちながらひたすら耐えていた。だが義母は私が思っていた以上に何度も家にやってきた。週に 2,3 回は来ていたと思う。その度に私の悪口を言い、お茶菓子とお昼を要求してきた。義母のために義母が好きなお菓子をストックしておかなければいけないほどで、正直言って無駄な出費が増えていた。そんな状態が何ヶ月も続き、私もだんだん耐えるのが難しくなっていった。そして私はどうしようもなくなり、夫に相談することにした。だが私の予想通り、夫の返事は冷たいものだった。ああ、母さんが嫁いびり。お前何言ってんの。母さんがそんなことするわけないだろ。あんまりひどいことを言うと怒るぞ。本当なんだってば。私それでどんどん気持ちが沈んじゃって。お前が精神的に落ち込んでいるのを母さんのせいにするっていうのか。そんな勝手な言いがかりをされて母さんもかわいそうだな。言いがかりって。今後母さんのこと悪く言ったら許さないからな。だいたいお前が家事をまともにできていないのが悪いんだろう。子供だってお前が妊娠しないのが悪いんじゃないか。そんな、何でもかんでも私のせいにするの。俺は夫としてちゃんとお前を養っているだろう。俺に何の落ち度があるって言うんだ。おい、言ってみろよ。夫はそうやって私に詰め寄ってきた。確かに夫はエリートサラリーマンとして十分なほど稼いできている。生活だって安定していて、お金には困っていない。だけどそんな風に詰め寄ってくる必要はないだろう。そもそも私に専業主婦になってほしいと言ってきたのは夫の方だ。私は別に仕事は嫌いじゃなかったし、結婚後も仕事を続けてもいいと思っていた。それなのに養っている俺の方が偉いみたいな言い方をしないでほしい。それじゃあ私も働かせてよ。ああ、何を言ってるんだよ。そんなのダメに決まってるだろ。ただでさえ家事が母さんに OK がもらえるレベルに達していないんだ。それなのに働くことに許可を出すわけないだろ。そんな。夫は本当に理不尽で横暴だった。付き合っていた頃はこんな人ではなかったのに。そして他にも私は気になることがあった。それはある日のこと。夫は油断していたのか、スマホの画面が後ろから見える位置で誰かとやり取りをしていた。私はその時食卓にいたのだが、ソファーに座っている夫のスマホの画面が見えた。そして夫は誰かにハートの絵文字がついたメッセージを送っていた。
夫が私にそんなメッセージを送ってきたことなんて付き合っている時しかない。結婚してからは絵文字も顔文字も一切なくなった。またハートの絵文字なんて男性には送らないだろう。そして女性にはある程度親密な関係でないと送らないだろう。ということは夫は他に親密な関係の女性がいるのではないだろうか。あのメッセージの画面を見てから私はずっとモヤモヤしていた。だから更新所に調査を依頼して調べてもらうことにした。それから2週間ほどが経ち、更新所から調査結果をもらった。案の定、夫は不倫をしていた。しかも相手は一人だけではなかった。会社の後輩、キャバクラ嬢、そしてマッチングアプリで知り合った女性、3人の女性と不倫関係にあった。私は事実を知った時は本当にショックだった。夫はいとも簡単に私を裏切った。プロポーズをして指輪を渡して私と結婚したのに、たった3年未満で別の女性に気持ちが移ったのだ。本当に最低な男だと思った。今すぐにでも離婚をしたいと思ったが、それだけじゃつまらないと感じた。夫をとことん追い詰めないと気が済まない。私は来たるべきタイミングを狙って着々と準備を進めていった。私がすぐに計画をしなかったのは、夫がとある計画を立てていたからだ。いやー、やっぱりいいなこの家。部屋が5つもあるんだぜ。都内の一等地にあるし、ステータスにもなるしな。お前もいいと思うだろ。うん。夫は新築の家を購入する計画を立てていた。仕事が順調だからより贅沢な生活をしたいと思っているようだ。夫はそうやって見栄を張るためにお金を使いすぎるところがある。今回買う家も正直言って無理なローンを組んでいるし、そもそも子供もいないのに5つも部屋はいらないだろう。まあ私は夫と別れるつもりなので別にどうでもいいことだが。そしてそれから1ヶ月後、私と夫は借りていた部屋を解約して新築の家に引っ越した。まあちょっとくらい豪華な家での生活を体験したかったので、1週間ほどはその家で暮らしてみた。確かにすごくいい家だったが、やっぱり部屋の数は多いし、広すぎるなと私は感じた。まあ夫が不倫するような相手の女性たちは、これくらい豪華な家の方が嬉しいのかもしれない。その後、夫は義両親を家に招待した。私は単純に引っ越し祝いとして来てくれるのだなと思っていたのだが、夫には別の計画もあったようだ。母さんどうさ、よく来てくれたね。浩平すごい家じゃない。こんな豪邸を購入したなんてさすが自慢の息子だわ。本当にすごいな。ここに一生夫婦で過ごし、たくさんの思い出を作るのか。ああそうだよ。でも父さんたちも一緒だけどな。え？夫の言葉に私と義父が驚いた。ちょっとどういうこと？私は思わず夫に尋ねた。一緒ってどういう意味？すると夫はニヤニヤしながら答えた。だから一緒っていうのは一緒に住むってことだよ。今日から俺の親も同居させるからな。そんな、私全然聞いてないけど。まあ言ってなかったからな。サプライズってやつだ。そんなサプライズいらないのだが。そして義母も知っていたのか笑っている。あなたのこと私がこれから指導するからね。覚悟しておきなさいよ。嫁が親の介護をするのは常識だからしっかりやれよ。母さんに指導してもらえるなんて最高だろう。あまりにも理不尽すぎる夫の発言。まさか義母と一緒にこんな計画を立てていたとは。義父も何も知らなかったようで戸惑っている。私もそんなことは聞いていないぞ。同居の話は家族全員でするべきだろう。まあまあ、あなた落ち着いて。そうだよ、家族でこんないい家に住めるんだから。家事や介護をこいつに任せて自由に暮らそうよ。そうそう、それくらいしか役に立たない嫁なんだから。そう言って私をバカにしてくる義母と夫。だが私だって言われっぱなしではない。すでに準備はしてきていたのだ。え？もう私は嫁じゃないけど。ああ？私の発言に夫と義母は目を丸くしていた。何言ってるんだ。もう嫁じゃないってどういうことだよ。だから私はあなたと離婚してるのよ。あなた忘れたの？以前あなたが機嫌悪くて私と喧嘩した時に記入済みの離婚届を突きつけてきたこと。俺はいつだって離婚していいって思ってるんだからなって言ってたじゃない。だから私はあの離婚届を出したのよ。ああ？お前何勝手なことしてるんだよ。そうよ、いくらなんでも非常識だわ。どっちが非常識なんですか？浩平もお母さんもずっと私のことをいびってきてたじゃないですか。何を言ってるんだよ。嫁いびりなんてしてないぞ。そうよ、適当な言いがかりをしないでちょうだい。
言いがかりじゃありません。私は証拠を持ってるんですから。え？私はそう言って毎日ずっと撮っていた録音音声を流した。それは義母が私を罵倒する音声や夫が私を罵倒する音声だ。夫も義母も音声を聞いて絶句している。そして義父は険しい顔をしながら二人を見ていた。お前たちこんな最低なことをしていたのか。信じられないぞ。人として恥ずかしくないのか。こんなの偽造だろ。そうよ、本当に最低ね。音声は100個以上あるんですけど、これ全部私が作ったとでも。そんなにあるのか。それくらいあなたたちが私を罵倒してきたってことよ。お前たちそんなに何度も嫁いびりをしていたのか。最低だな。たくさんの証拠があったことで言い逃れができなかったのか、夫も義母も勢いをなくしていた。香織さんすまない。こんな最低な息子との結婚生活なんて続けなくていい。本当に迷惑をかけてすまなかった。いいんです、私も黙っていてすみませんでした。でもまだ黙っていることがあるんです。それは何だい。浩平さんが不倫をしていることです。え？私の発言に夫が顔を青くする。浩平、そうなの？義母も知らなかったのか驚いていた。不倫なんてしてないよ。今度こそ言いがかりだよ。あら、そう。だけどこれを見てもそんなことが言えるかしら。私は不倫の証拠写真を夫たちに見せた。そこには3人の女性とそれぞれホテルに入っていく夫の姿が。なんだよこれ。お前というやつは何をやってるんだ。義父の怒声が鳴り響く。夫は顔面蒼白状態で固まっていた。慰謝料は全員から支払ってもらうからね。財産分与もしっかりともらうから覚悟しておいてね。そんなこんなことになるなんて。義母もショックを受けたようで、その場にへたり込んだ。それから私は夫と離婚をし、弁護士を通して慰謝料を請求。元夫は多額の慰謝料を支払うことになった上に、今回の不倫が原因で会社でも立場を追われたらしい。そして研究の上で窓際部署に異動となったそうだ。そのため不倫相手たちからも見捨てられ、元夫は一気に一人きりになったらしい。だが彼には豪邸のローンが残っている。まあただでさえきついローンを給料の下がった彼が支払うのは難しいだろう。ちなみに今回のことで義母も義父から離婚を告げられて家を追い出されたらしい。その後は義母は元夫の家に転がり込んだらしいが、生活が厳しい状態なので喧嘩が絶えないらしい。結局元夫はローンが支払えずに家を売ったらしいが、購入時よりも安く売れたため1000万ほどの借金を抱えることになったようだ。そして義母とボロいアパートに引っ越し、毎日喧嘩をしながら借金を返済するという日々を送っているそうだ。まあ全て自業自得だし、いい気味だ。一方、私は無事に再就職が決まり、一人暮らしも始めた。現在は仕事に打ち込みながら、新しい趣味も見つけて、独り身の人生を楽しんでいる。慰謝料のおかげで蓄えはかなりあるし、余裕を持って生活を送ることができている。しばらく恋愛はいいので、仕事に趣味に時間をたくさんかけながら、充実した日々を過ごしていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。おい、お前一体何をしてるんだ？え？毎日幼い子供を放置するんじゃない。通報したぞ。本当に最低だな。産業終わりの深夜、いきなり私に怒鳴ってくる隣人。私は一体何のことかわからなかった。うちに子供はいませんが。私の名前は南、35歳の看護師だ。夫の浩二とは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンだった。彼はその時に私に積極的にアプローチをしてくれて、私はその勢いに押され付き合うことになった。だが彼はとても私のことを大事にしてくれて、本当に優しい人だった。付き合ってからすぐに同棲を始めた私たち。彼は家事も率先してやってくれて、私のために料理も作ってくれる。私の仕事は夜勤があったりと不規則なことが多いので、家事をちゃんとやってくれるのはすごく助かる。私は付き合ってからもどんどん彼のことが好きになっていった。そして交際を始めて1年が経った頃、彼からプロポーズをされて結婚することになった。
いろいろと迷惑をかけてしまうかもしれない。だけど俺はずっと南と一緒にいたいと思ってる。俺と結婚してください。もちろんよ、私もコウジとずっと一緒にいたい。こうして私たちは結婚することになった。大好きな彼との結婚が決まって私はとても嬉しかった。同棲をしていたので生活はそのまま変わらないが、新婚というだけで毎日なんだかウキウキした。わあ、やっぱり素敵ですね。左薬指に指輪があるだけですごく幸せオーラが出てる感じがします。ありがとう。でも実際に幸せだからそういうオーラが出てるんじゃないかしら。わあ、オーラもらわないと。ちょっと何やってるのよ。後輩がまるで儀式を受けているかのように両手で空気をすくうような動きをする。その動きが面白すぎて私は飲んでいたお茶を吹きそうになった。この職場はものすごい平和で、仕事は忙しいけれどいい人が多いから続けられる。そして家に帰ると優しい旦那がいるので私はとても幸せだった。ただいま。ああ、おかえり。今日も残業？うん、帰る前に一気に忙しくなっちゃってね。そっか、お疲れ様。ご飯できてるから温めて食べなよ。ああ、ありがとう。今日はチキンカレーだよ。やった、早速手洗ってくるね。夫はこうやって私が仕事で忙しい時に家事をやってくれる。疲れて帰ってきた時に美味しいご飯があると本当に頑張れる。私はとても幸せだった。そしてあっという間に月日は流れ、結婚して2年が経っていた。相変わらず仲のいい私たち夫婦は2年が経っても幸せに暮らしていた。そんな中、ある日私たちが住んでいるアパートの隣に新しい人が引っ越してきた。どうやら若い夫婦のようで、私や夫よりも 7,8 歳ほど下に見えた。引っ越してきた日にわざわざ挨拶をしに来てくれて、とても感じの良さそうな夫婦だ。それから私は仕事に行くときやゴミ捨てに行くときなど隣人に会うと挨拶をするようになった。奥さんとは軽く世間話もするようになり、良好な関係を築けている。お隣の夫婦の名字は木村さんで、奥さんの名前は志保さんといった。私たちと同じく夫婦共働きのようで、マイホームを建てるために今はアパート暮らしをしているそうだ。ちゃんと貯金もしているようで、あと数年で貯金が貯まる予定だそうだ。若いのにしっかりとビジョンを持っていてすごいなと思った。マイホームか。私も建てたいなと思うが、なかなかお金は貯められないだろうな。実は私の夫は給料がかなり低い会社で働いていて、共働きだけど豊かではなかった。とりあえず貯金は少しずつできているが、油断をしていると一気に赤字になりそうだった。夫は真面目に仕事を頑張っているようなのだが、なかなか給料が上がらないらしい。ブラックなんじゃないかと私が聞いても、会社全体の給料が低いから出世をしても少ないんだとか。でも一緒に働いている人たちがいい人たちだから辞めるつもりはないらしい。まあその気持ちはわからないでもない。私も一緒に働いている人たちが優しいから仕事を続けられているところはある。それに今は私がたくさん稼いでいるし、夫は家事を一生懸命やってくれているので不満はない。これからも夫婦仲良く幸せな日々を過ごしていきたいと私は思っている。だがそんな中、思っても見なかったことが起きた。それはある日のこと。私はその日仕事がかなり忙しくて、残業が夜中まで続いた。そして帰宅してきたのは終電ギリギリで、ヘトヘトの状態で私は家に着いた。だが家に入ろうとした時に、いきなり私は声をかけられた。おい、お前一体何をしてるんだ。え？怒った口調で話しかけてきたのは隣に住む木村さんだった。しかも奥さんではなく旦那さんの方だ。旦那さんとは私と出勤時間が被らないので、めったに会うことはなかった。引っ越してきた時の挨拶の時しか会ったことがない。まあそもそもいつ旦那さんが会社に行っているのかも知らないのだが。どうされたんですか？しらばっくれるなよ、子供のことだよ。子供？毎日幼い子供を放置するんじゃない、通報したぞ。本当に最低だな。産業終わりの深夜、いきなり私に怒鳴ってくる隣人。私は一体何のことかわからなかった。だが木村さんはものすごく怒っている。うちに子供はいませんが。あ？そんな嘘が通用するはずないだろ。俺はこの目で何度も見てるんだ。幼い男の子があんたらの玄関の前で座っているのをな。え？
うちの前でですか？そうだって言ってるだろ。あれは立派な虐待だぞ。いや、そんなこと言われましても。私と夫の間には子供はいない。それなのにどうしてこんな濡れ衣をかぶせられるようなことにならないといけないのか。すると隣の家のドアが開き、志保さんが出てきた。ちょっとあなた響いてるわよ。夜中なんだから声のトーンをもっと下げて。ああ、でも。旦那さんは志保さんに注意をされて少し冷静になったようだ。あの、南さん、本当に子供はいないんですか？私も外に放置されている男の子を見かけたことがあったので。南さんと旦那さんのご家庭のことだからあまり口出しをするべきではないと思っていましたが、何度も見かけるのでちょっと私も心配していました。いくら教育のためとはいえ、そうやって外に放置するのは虐待かと。え、いや、だから私たちには子供はいないんですって。私がそうやって説明をしても木村さん夫婦は疑いの目を向けてきた。どうしよう、全然信じてくれない。とにかくこれ以上子供にひどいことをしないでくれ。木村さんの旦那さんはそうやって言い、私をにらみつけた後に家に戻っていった。一体何なのだろうか。家に帰ると夫はちょうどお風呂に入っていた。シャワーを浴びている音が聞こえる。私は夫に助立ちに来てほしかったのだが、お風呂に入っていたから私たちのやりとりは聞こえないだろうから仕方ない。おう、おかえり。遅かったね。うん、残業で。そっか、お疲れ様。タオルで髪を拭いている夫。私はさっきのことを聞いてみることにした。ねえ、今お隣の旦那さんからすごい怖い顔して注意されたんだけどさ。え、なんで？それがよくわからないのよ。子供を放置するなって怒ってて。子供？夫はポカンとした顔をしていた。そう、小さい子供が私たちの家の前で座っているのを何度か見かけたんだって。どういうこと？俺たちに子供なんていないじゃん。そうなのよ、だから意味がわからなくて。私たちの兄弟とかにもまだ子供はいないし、一体どこの子が私たちの家の前に座っているんだろう。赤の他人の知らない子がずっと私たちの家の前にいるって、それ違う意味で怖くない？確かに。夫も冷静にその状況が怖いと思ったのか、顔が引きつっていた。しかも隣人からは虐待していると思われている。何も悪いことをしていないのに、どうしてこんな風に勘違いをされなければいけないのだろうか。翌日、私は休みだったのだが、警察と児童相談所の人がやってきた。どうやら隣の木村さんは本当に通報したらしい。私は子供はいないことなどをちゃんと説明した。最初は疑いの目を向けられていたが、とりあえずは警察も児相の人たちも納得してくれたようだ。今日警察の人が来たよ。え、マジで？夫もさすがにそこまで大ごとになっているとは思わないようで驚いていた。一体どうしてこんな目に遭わなければいけないのだろうか。私はとても嫌な気分になった。あらぬ疑いをかけられてこの家で暮らしづらくなった。最近は朝にゴミを出す時などに志保さんと遭遇しても会釈をするだけで話もしてくれない。すごく気まずい状況の中、私はモヤモヤしながら日々を過ごしていた。だがそんな中、とある出来事が起きた。それはある日のこと。私は夜勤明けで疲れた状態で朝に家に帰った。すると木村さん夫婦が家から出てきた。嫌なタイミングで鉢合わせてしまったなと思っていたのだが、どうやら彼らは私のことを待っていたようだ。南さん、おはようございます。おはようございます。すいません、夜勤明けですよね。ええ。でもちょっとお伝えしたいことがありまして。え？二人はとても深刻そうな顔をしている。だが私に対して敵意がある雰囲気ではなかった。そのため私は二人を家に入れて話を聞くことに。今に通して二人にお茶を出すと、木村さん夫婦は私に頭を下げて謝ってきた。本当にごめんなさい。え？私たちずっと南さんを疑ってました。まあそういう雰囲気は出てたよね。それでどうして急に謝ってきたの？実は昨日の夜も男の子が玄関前にいたんです。え？ちょうど私が仕事から帰ってきた時で、ちょっと我慢できなくて男の子に話しかけたんです。
いつもこの家から外に出されているのかって。そしたらその子、お母さんとこの家に遊びに来るけど僕は入れてもらえないって言ったんです。ん？どういうこと？私も最初どういう意味か分かりませんでした。だからお母さんとお父さんとこの家で3人で暮らしてるんだよねって聞いたんです。そしたらその子は首を横に振って、お母さんと2人で別の家で暮らしてるって言ったんです。そこで私はようやく意味を理解しました。それはその、直接的な表現を避けようとする志保さんだが、もう私にも言いたいことは伝わっていた。つまり私の旦那が子連れの女性と不倫をしていて、この部屋に連れ込んでいたってわけね。私がそう言うと気まずそうにしながら志保さんはうなずいた。本当にひどいことを言って申し訳ありませんでした。中途半端な正義感からあなたのことをひどく罵ってしまって。旦那さんは再び頭を下げて謝ってきた。いえ、気にしないでください。まあ警察まで呼ばれたことはちょっとびっくりしましたが。本当にすいません。何度も謝ってくる木村さん夫婦だが、もう私の意識は夫の不倫についてに移っていた。こちらこそ旦那の身勝手な行動で迷惑をかけてごめんなさい。ちょっと未だに信じられませんが、その男の子がそう言うってことは本当なのでしょう。ちょっと志保さんたちにお願いがあるんだけどいいかしら。私はとある作戦を思いついた。それは夫に嘘のシフトを教えて不倫相手といるところに突撃をすることだ。私は翌月のシフトで夜勤を減らしてもらった。そして夫にとある週末の日が夜勤だと伝えた。その日は実は休みで、私は木村さん夫婦の家で待機をさせてもらった。午後からは外に出てカフェなどで時間を潰し、夕方過ぎに志保さんが仕事から帰ってきたタイミングで私は木村さん夫婦の家に行った。それから夜になり外に出ると、本当に小さな男の子が玄関の前にいた。どうやら夫が女性を連れ込んでいたのは本当のようだ。南さん、頑張ってください。うん、私行ってくる。木村さん夫婦にエールをもらい、私は玄関の鍵を開けて家の中に入った。玄関には女性ものの靴があり、そして今から男女の生々しいやり取りをしている声が聞こえてきた。私はスマホを構え今に突入した。あんたたち何やってんの？うわどうして南がここに？どうしてって質問はこっちがするべきでしょう。なんで知らない女と裸でイチャついてんのよ。これはその外にいる子、その女の子供でしょ。あんたお隣さんから私が注意をされたって言った時、しらを切っていたのね。っていうかあの時のお隣さんとの会話聞こえてたんじゃないの？随分と大きな声だったから内容も分かったんでしょ。それで自分が聞こえなかったふりをするためにわざわざシャワーに入ってごまかしたんじゃない？私から話を聞いていた時は内容を知っているから演技をしていたってわけね。夫は図星だったのか黙ってうつむいた。信じられない。私のことを裏切って不倫をしていただけでなく、小さな子供を外に放り出して。仕方ないだろ、子供がいたらできないんだから。呆れたわ、あんたたちは猿かよ。私がそう言うと不倫相手が睨んできた。うっさいわね、不倫される方が悪いのよ。ちなみにあの子は浩二との子なのよ。え？あんたとの結婚が決まってから私の妊娠が発覚したの。まあ私はまだ結婚とか興味なかったし、養育費を支払ってもらってるから別にいいやって感じだったんだけどね。養育費？あら、あんた知らなかったの？浩二はあの子を認知してるから養育費をちゃんと私に支払ってるのよ。この時私は全てに合点がいった。あなた給料が少なかったんじゃなくて、養育費を支払ってるから残った分が少なかったってことなのね。夫は気まずそうにうつむいている。本当に最低。私が夫婦のために一生懸命働いていたっていうのに。すまない。でも、俺はお前との夫婦生活も大事に思ってるから。はあ？どれだけ私のことをバカにしたら気が済むの？離婚よ。え？ちょっと待ってくれよ。俺は離婚したくない。いい加減にして。でも夜勤とかで家にいないことが多いお前にも責任はあるじゃないか。都合よく家に女を呼んでるくせに私に責任をなすりつけないで。あと、それお母さんたちの前でも言える？え？するとその時ピンポンが鳴った。
私は玄関を開けてやってきた人物を家に入れた。それは義両親だ。夫が不倫相手を連れ込んでいると分かった時点で呼んでおいたのだ。コージ、あんた何やってるのよ。母さんに父さん、どうしてここに。連絡を受けてきたんだ。南さんを裏切るようなことをしやがって、この恥さらしが。義両親の怒声に夫はビビっていた。不倫相手も震え上がっている。南さん、本当にバカな息子がごめんなさい。必ず息子には離婚させるし、慰謝料も支払わせるから。本当にすまなかった。ちょっと母さんたち何を勝手に。うるさい。お前は今すぐ私たちと一緒に実家に帰るぞ。これ以上南さんの前で醜態を晒すな。そう言って義両親は夫を無理やり引っ張っていった。そして入れ違いで児相の人と警察がやってきた。この女性です。小さい男の子を何度も外に放置していました。木村さん夫婦は通報をしていたようで、駆けつけた警察に不倫相手を指さして説明していた。ちょっと何なのよ。警察が私に何のよ。不倫相手は警察に警察署に連れて行かれた。顔面蒼白状態の不倫相手を見て、私は少しスカッとした。その後義両親の協力もあり、私は無事に夫と離婚することができた。そして元夫と不倫相手には私は慰謝料を請求した。二人は私と元夫が付き合っていた頃から関係があったようで、結婚後いわゆるそういう関係のお友達として何度も会っていたようだ。まさかこんな最低な男と結婚していたなんて私はショックだった。でも私が妊娠する前に別れることができてよかった。父親がああいう最低な男だったら、生まれてくる子供がかわいそうだからだ。私の部屋の前で座っていたあの男の子は、義両親が引き取って育てることにしたそうだ。不倫相手はもう二度と子供と会えなくなり、また元夫も義両親が縁を切ったので、実家に帰ることができなくなったそうだ。元夫は今回のことが職場にバレ、減給処分の上で左遷されたらしい。社長さんが愛妻家の人だったから、元夫の行動は確実にアウトだったというわけだ。給料が低い中で養育費に慰謝料に支払わなければならないので、元夫は貧しい生活をせざるを得ない状況だそうだ。また私はもちろん引っ越すことにした。不倫の現場になっていたアパートなんて絶対に嫌だからだ。今は単身用のマンションで一人で快適に暮らしている。木村さん夫婦とはその後も親交があり、2年後に彼らはマイホームを建てて、私のことも家に招待してくれた。それからホームパーティーがあると私のことも呼んでくれて、そして私はそこで出会った男性と付き合うことになった。志保さんの旦那さんの上司だそうで、私と同世代でとても気が合った。部下からの信頼が厚いと言われているだけあって、すごく優しくて素敵な人だ。まだ結婚するかどうかはわからないが、それでも彼との交際は楽しくて、プライベートも仕事も充実しているので、ずっとこのような生活が続けばいいなと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。子供産んだからって偉そうにしたら即離婚だからな。夫はそう言いながら私の目の前で離婚届をひらひらさせている。離婚したら困るだろ。お前の稼ぎで双子を育てていくのは無理だもんな。そうかな。生意気言うなら今すぐこれに記入しろ。ほら、俺は記入済ませてあるからな。夫は勝ち誇った顔をしている。バカバカしい。いいよ、書くね。え？私は唖然とする夫をよそに離婚届の記入を済ませた。私は京子。とある企業に勤めて5年。この会社は2度目の転職先である。人生を豊かにするためキャリアアップを重視した。正直このまま独身街道を突っ走るのだろう。それも悪くないと思っていた矢先、夫の秀樹と出会った。よかったら今度食事へ行きませんか。彼は車の整備士であり、3ヶ月ごとに行われる点検で年に4回ほどしか顔を合わせない間柄だった。その人がいきなり食事に誘ってくれた。当時40歳だった私は、男性から食事に誘われることが久しぶりで、どこか気恥ずかしさを感じたが、とても
とても嬉しかったことを今でも忘れることはない。何度目かのデートで正式に交際を申し込まれた。もちろん嬉しかった。けれど彼は35歳、5歳も年下と交際した経験はない。それどころか彼氏いない歴は更新し続けていた。もう前の記憶を呼び覚ませないほど私にとって恋愛は縁遠いものだ。彼に年の差のことや恋愛を久しくしていないことを伝えると問題ないと笑ってくれた。そして交際から2年、42歳で彼と結婚し、仕事もプライベートも順調なはずだったのだが、籍を入れて3ヶ月、彼の態度が変わりつつある。ただいま。また無視をされる。ここ1ヶ月、私が夫より帰宅が遅れるといつもこうだ。夕食はまだだよね。今日はハンバーグでいい？何も答えない。冷凍してあるハンバーグと白米を温め、その間にお味噌汁とサラダを用意する。振り返ると夫はブスッとしたまま食卓についている。食事を並べると何も言わずに食べ出す。夫は早食いをすると無言で席を立ち、私の目の前には夫が食べ終えたお皿が並ぶ。私はスマホを片手に食事を続ける。食事の時ぐらい仕事やめろよ。夫に視線を向けるとこちらをにらみつけている。先に席を立ったのだからメールぐらい確認したっていいでしょ。そう思いながらもスマホをしまった。俺が今日何時に帰ってきたかわかる？わからない。19時だよ。お前が帰ってきたの何時だと思う？21時過ぎ。どうして俺を待たせるの？俺腹すかせて待ってるんだよ。思いやりのかけらもないよね。家のことができないなら仕事はやめた方がいいんじゃない？またこれだ。夫は気に入らないことがあるたび私に仕事をやめろと迫る。家のことができないって、食事が遅れただけでしょ。お腹が空いて我慢できないなら、あんを作ってあるんだから自分で焼いたら。それに食事が遅れる以外で家のことをおろそかにしたことがあったかしら。家の掃除は行き届いているはずだ。洗濯物を溜め込んだこともない。独身時代も家のことは完璧にやっていた。家事は結構好きであり、家をきれいに保つことは趣味みたいなもの。疲れて帰宅する家が散らかっている。それは私の中で我慢ならないことだ。もともとやっていたことだから、それが二人分になっても苦じゃない。それにどちらかと言わずとも家を散らかすのは夫だ。脱いだ服を洗濯かごに入れることなく床に置きっぱなし、引き出しから出したものは出しっぱなし、食べ終わったお皿を下げることもしない。新婚当初彼にそういった問題は見当たらなかった。しかしもともとしてなかったことだ。少しずつ面倒になってきたのだろう。ここ1ヶ月で夫の態度が変わったことは、きっと本来の自分を抑えきれなくなったから。そんな夫に結構うんざりしている自分がいる。家のことはお前がやるべきだろう。どうして？女の仕事だからに決まってんだろ。それを外で男の真似事して働くとか。だいたいさ、給与だってそんなにもらえてないんじゃないの？女の仕事なんてたかが知れてるだろ。やめて楽になればいいのに。この人は私の何を見てきたのか。たくさん私に質問を投げ、うんうんと笑顔で聞いていた。それなのに私の話を覚えていない。仕事を辞めればいい。簡単に言うが、我が家はお互いの稼ぎを知らない。夫も聞かないし、私も質問したことはない。お互いどれくらい稼いでいるかわからないが、家計にかかる費用は折半だ。給与が少ないと思うなら多めに出そうという気概はないのか。それとこれとは別のようだ。結婚して3ヶ月、もうこの結婚生活をやめたい。ストレスしかない生活を長く続けることなど無駄な労力を使うだけだ。離婚を視野に入れるのもありだな。そんなことを考えていたが、その矢先に私の妊娠が発覚した。24ヶ月ですね。この時期まで気づかなかったの？気づかなかった。もともと月のものが来ない月もある。
年齢的な問題であったり、仕事の負荷であったり、思い当たる節はたくさんあるが、3ヶ月も月のものが来ないことは初めてだった。さすがに体が心配になり、婦人科へ行ったが、まさか妊娠しているとは夢にも思っていなかった。順調に育ってくれたら43歳で出産することになります。赤ちゃんは無事に生まれてきてくれるんでしょうか。私は若くない。それゆえに赤ちゃんの健康状態が気がかりだった。ストレートに言ってしまえば、お産に 100% の安全は存在しません。でも僕ら医者はそこに近づけられるよう奮闘します。検診は毎回、必ず来てくださいね。婦人科を出た私は会社まで徒歩で戻った。私が妊娠。とても幸せな気持ちだ。子育ては想像を絶する困難にぶち当たることもあるだろう。けれど、この喜びに勝るものはない。嬉しい。今できることは、この子を安全にお腹の中で育てること。不安がないといえば嘘になる。けれど、この先には明るい未来が待っている。この子を産み育てることが私の新たな使命だ。ねえ、私妊娠した。記者して速攻、同期に報告した。え、おめでとう。よかったね。なんか協力できることはある？つわりとか大丈夫？同期も転職組だ。そして3人の子を持つ子育ての先輩である。頼もしい存在が近くにいる。こんなに心強いことはない。それがさ、妊娠4ヶ月だって。たまに胃がムカムカすることはあったんだけど、つわりってほどじゃない気がする。4ヶ月まで気がつかなかったの？でも私も2人目そうだったわ。子によってつわりの種類も違ったりするし、妊娠って不思議だよね。いろいろ教えてね、先輩。その日の仕事はあまり手につかなかった。嬉しさがこみ上げ、興奮していたのだと思う。幸せな気持ちで退所し、家路に向かうも、ここで夫の存在を思い出した。そうだ。彼に妊娠の報告はするべきだろう。夫が父親であることは間違いないのだから。夫のことを思うと足取りが重くなる。子供を授かれたことはとても嬉しいのにね。帰宅すると夫の姿はない。どうやら今日は残業のようだ。パパッと夕食の下準備をし、夫の帰りを待った。ただいま。明かりのついているリビングに夫はご満悦だ。今日の夕飯は何？白身魚のソテーだよ。ああ、俺あれ好きだよ。手が込んでるからね。いつもああいう食事が食べられれば言うことはないんだけどね。必ず嫌味を言わないと気が済まないのか。こんな人に妊娠を報告しなければならない。気持ちが落ちる。私、妊娠した。今4ヶ月だって。ああ、そうなんだ。今42歳だよね。なんか妊娠ってそんな簡単にするもんなんだね。そっか、子供か。まあいいタイミングかもね。何がいいタイミングなの？これで仕事を辞める覚悟はできただろう。これからは俺を第一優先に生活できるな。いや、私が第一優先にするのは子供だ。断じてお前ではない。私仕事は辞めないよ。あ？子供の面倒は誰が見るの？私だよ。仕事しながらなんてできねえだろう。大丈夫、なんとかなるよ。お前最低だな。どんだけ俺をないがしろにすれば気が済むの？何の話をしてるの？お前が仕事も辞めずに子育てしたら俺に割く時間が減るだろう。夫を大切にできないとかマジで最低だわ。お前よく考えろよ。何を大切にすべきか真面目に考えろ。考えてる。大切にすべきは子供の未来だよ。そう言いたかったが言わなかった。夫が逆上して何をしでかすかわからなかったから。今の状況で夫に手を挙げられたりでもしたら子供の命を危険にさらすことになる。わかった。
夫は満足そうに笑った。それからというもの、夫はやりたい放題だった。私が服従したとでも思ったのか、夫お得意の無視が続く。その間も私は自分に課せられた家事を全うした。驚くことに、彼は子供が生まれるその日まで私を無視し続けたのだ。そして私が出産すると、夫は病室までやってきた。さすがのお前も疲れ切った顔してんな。って、はあ、なんで二人もいるの？なんでって、双子だからでしょ。あ、俺聞いてねえし。うん、言ってないから。あなた私と口聞きたくなかったんでしょ。だから双子だって分かっても言わなかった。夫はなぜだかほくそ笑んでいる。お前、これから育児大変だな。うん、だろうね。なんだよお前、そんなに落ち着き払って、生意気だな。は？お前にはお灸を据えないとな。夫はカバンから見覚えのある紙を取り出した。子供産んだからって偉そうにしたら即離婚だからな。夫はそう言いながら私の目の前で離婚届をひらひらさせている。離婚したら困るだろ。お前の稼ぎで双子を育てていくのは無理だもんな。そうかな。生意気言うなら今すぐこれに記入しろ。ほら、俺は記入済ませてあるからな。夫は勝ち誇った顔をしている。バカバカしい。いいよ、書くね。え？私は唖然とする夫をよそに離婚届の記入を済ませた。私が役所に提出すればいいよね。承認欄が一人分空白だね。ま、私が見つけるからいいよ。これで離婚できる。願ったり叶ったりだ。しかし目の前の夫は顔を引きつらせている。いいのか、離婚だぞ。うん、いいよ。どうやって双子を育てるんだ？どうやってって、私が育てる。一人で育てられるわけないだろ。意地を張るのもいい加減にしろよ。張ってないよ、大丈夫。金は？双子なんて金がかかるだろ。お金の心配もないから大丈夫。用事済んだでしょ。お疲れ、帰っていいよ。無効だ、離婚はしない。はあ？夫は素早く離婚届を私から取り上げた。しかし夫から素早く離婚届を奪う人物がタイミングよく登場してくれた。同期夫婦である。はいはい、ダメですよ。すみませんね、赤ちゃんのお顔を見たくて駆けつけたんですけど、どうやら離婚なされるようで。安心してください、彼女はまだ動けませんから。私が責任を持って提出させていただきますね。ちょっと何するんですか。僕は離婚するつもりなんて。いやいや、全部聞こえてましたよ。あんな大きな声でお話しされるんですもの。じゃ失礼します、パパ、あとよろしく。同期はダッシュで病室を出て行った。夫は同期を追いかけようとするも、彼女の旦那さんからの足止めで追えず、その5分後同期から無事提出できたと連絡が来た。よかった、無事離婚届提出できたって。それで私たちの離婚は成立したね。私も離婚届用意してたんだけど、家に置いてあるから助かったよ。こんなにも清々しい気持ちは久しぶりだ。しかし夫はなぜか顔面蒼白。嘘だ、ありえない。お前、俺との離婚考えてたのか。うん、考えてたよ。子供はどうするんだよ。責任持って育てるよ。だってこの子たちは私の可愛い子供だもの。私、あなたのこと大嫌いだけど、子供を授かれたことにはとても感謝しているの。私を母親にしてくれてありがとうね。子供たちを父親のいない子にしていいのか。父親がいないって、いるじゃない。あなたでしょ。俺は養育費払わないぞ。うん、いらないよ。そもそもあなたのお金は当てになんてしていないし。お前、うだうだご託を並べるこの人が心の底から煩わしい。なんだかんだと居座り続けること20分くらいだろうか。
その間、同期の旦那さんが間に入ってくれたおかげで手を挙げられることはなかった。そして戻ってきた同期は満面の笑みだ。提出してきたよ。これで晴れて自由の身だね。ありがとう。あれ？あなたまだいたの？彼女は産後で疲れてるのよ。早く出て行ったら？俺は認めてない。離婚は無効だ。こういう時、本当に悪あがきをする人っているんだな。そもそも、離婚をしたいと髪をヒラヒラさせたのはあなたでしょ。私もそれに納得しただけ。すぐに書くとは思わねえだろ。うざいな。あのね、あなたは必要ないの。家事は女の仕事とか、子育ては女の仕事とか、仕事を辞めろって言う割に家庭にかかるお金は折半を求めるような人、邪魔なんだよね。だから離婚でいいの。でも、出産問題、双子なんて一人で育てられねえだろ。まあ大変だろうね。でも、うちの会社託児所付きだし、手続きも済ませてるから問題ないんだよね。両親も友達も協力してくれるって言ってるし、私の時間を無駄に割く必要ってないんだよね。だから、このまま離婚でお願いします。でも繰り返す元夫を強制的に病室から追い出してくれたのは、同期の旦那さん。協力してくれたことに心から感謝する。その後、病院には事情を話し、元夫は病院へ来ても私たちには会えず、5日後、私は無事退院し、双子を連れて実家へ戻った。元夫からはいつ戻ってくるんだ、俺の飯はどうするとか、しつこく連絡が来たが無視。どこで調べたのか私の年収を知ったらしく、詐欺にあっただの、高給取りなら家にもっとお金を入れるべきだとか、しつこさが増すばかりだった。そこでサクッと弁護士を入れるとパタリと連絡がやんだ。これでようやく平和に暮らせると思っていたが、忘れた頃にメールが届く。彼からの連絡にアクションを起こしたことはない。それが気に入らなかったのか、ある時元夫は私を会社の前で待ち伏せていた。なんで連絡返さないんだよ。必要性を感じないから。お前の荷物がまだ家にある。処分お願いしたよね。費用も弁護士経由で渡したはずだけど。お前が自分でやるべきだろ。じゃあなんでお金を受け取ったの。相変わらずせこいね。もう会社の前で待ち伏せとかやめてね。時間の無駄だから。子供がいなくてよかった。この日はたまたま故郷から両親が来ていたから子供を見てくれていた。私はダッシュで元夫から逃げたが、子供たちがいたら逃げきれなかったことだろう。あの人はまた待ち伏せをするに違いない。そう思った私は会社に転勤願いを出し、実社近くの支社へ移動した。両親はすでに実家を売却し、老後のことを考え、利便性のいいマンションを購入している。だから元夫はこの場所を知らない。もう関わり合うこともないだろう。しかし、転勤から数ヶ月が経った頃、同期から連絡があった。聞けば、駅で元夫を見かけたという。彼は女性と待ち合わせをしていたようで、現れた若い女性に封筒を渡していたそうだ。その女性は封筒の中を確認すると笑顔で元夫と腕を組み、街中に消えていったとのこと。どんな相手であろうが、執着から解放されたことが嬉しい。子供たちが成長していく上で、いずれ父親が一緒に暮らしていないこと、父親の存在を聞かれる日が必ず来る。その時、子供たちが幸せだと思える生活を築き上げることが私の責務だ。私はどんなことでも強く跳ね返す強い母親になりたい。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。冠婚葬祭以外は他人ですから。ああ、でも出産祝いは送ってくださいね。もちろん郵送で。そう言って勝ち誇った顔をする長男嫁。そう。わかったわ。私が言われた通りにすると、長男夫婦はその後、痛い目を見ることになった。母さん、助けてくれよ。私は62歳の主婦だ。
夫とは結婚して30年以上が経つ。もちろん喧嘩をしたこともあったが、夫婦仲良く今まで幸せに暮らしてきた。私たちの出会いのきっかけは共通の友人が開いた合コンで、年が同じだった私たちはすぐに意気投合。それからデートに行くようになり、交際を始めてその後すぐに結婚に至った。夫との結婚生活は良好で、子宝に恵まれた。長男の勇気と次男の正也だ。長男は現在30歳で、次男は28歳だ。年の近い男の子たちを育てるのは大変だったが、毎日元気な姿を見て私は癒されていた。夫も仕事ばかりではなくて、子育てや家事を手伝ってくれたし、家族で出かける時間もちゃんと作ってくれた。そうやって夫婦で協力し合って子供たちを育てることができたのは本当に良かったと思う。息子たちはすくすくと成長していき、あっという間に社会人になった。二人とも大学に卒業するとちゃんと就職を決めて、それを機に一人暮らしを始めた。お盆や正月などはちゃんと顔を出してくれていて、近況報告もしてくれていた。そしてつい最近、長男が帰省してきた際に大事な話があると言ってきた。私と夫がもしかしてと思っていると、案の定結婚の報告だった。母さんたちに会ってもらいたい人がいるんだ。まあ結婚するってことね。私がそう聞くと、長男はこくりとうなずいた。それはおめでとう。早速お寿司でも取ろうか。夫は嬉しそうにしていてそう言った。いいね、そうしよう。長男も賛同したので、私たちは出前を取ってお祝いをした。長男の話によると、婚約者の女性とは合コンで知り合ったらしく、私たちと一緒だなと思った。幸せそうな顔をしている長男を見て、私も夫も嬉しくなった。それから1週間後、長男は婚約者の女性を連れて家にやってきた。女性の名前はカナさんといって、かなり綺麗な人だった。話によると、過去に読者モデルとして雑誌に載っていたこともあるらしい。長男がそんな綺麗な人と結婚すると思っていなかったので、私も夫もびっくりした。だがカナさんは緊張しているのか、私たちが笑顔で挨拶をしても無表情だった。小さくどうもと答えるだけ。それから私たちがいろいろと話題を出していたのだが、一言くらいしか返事をせず、会話が広がらない。それじゃあそろそろ俺たちは帰るかな。長男がそう言ったのは、結婚の挨拶に来てまだ15分ほどしか経っていなかった。私たちはびっくりしたとともに、もう用は済んだといった様子で帰っていく二人を、ただただ呆然と見ていることしかできなかった。それから両家の顔合わせが行われたのだが、なんとなく長男の婚約者の両親の態度も良くはなかった。なんていうか、私や夫を下に見ているような感じだ。次男もその場に参加していたのだが、さすがに長男嫁と両親の態度の悪さには怒っていた。なんだよあれ、なんかすごく失礼な人たちじゃなかった？俺あの人たちと家族になるとか嫌なんだけど。次男と私と夫は顔合わせの後に家で3人でお茶をしていたのだが、次男はそのように言って口を尖らせていた。次男の気持ちは私も夫もよくわかる。終始人をバカにしてくるような発言をしてきて、かなり腹が立った。それから結婚式が近づいてきた時、長男と長男嫁はいきなり家を訪ねてきた。今日は一体どうしたの、二人揃って。実はさ、頼みがあるんだ。頼み？お金を貸してほしいんだよね。私と夫はびっくりした。いきなりお金を貸してほしいとはどういうことだろうか。それが俺たち結婚式の準備をしていたら、気がついたら結構な金額になっちゃってさ、予算オーバーしたからお金を恵んでもらおうって思って。なんと、まあ堂々と言うのだろうか。長男は大したことではないかのようにそうやって言って頼んできた。一体いくら足りないの？長男の態度には思うところはあったが、それでも息子の大事な晴れ舞台だ。できる限りの協力はしてあげたいと思った。すると長男は手のひらを見せてきた。何？だから5って意味、500万貸して。500万？あなた何言ってるのよ。そんな金額簡単に貸せるはずないだろう。私も夫も驚いてしまい、つい声を荒げてしまった。すると長男と長男嫁はあからさまに機嫌が悪くなった。なんだよ母さん、
俺たちの結婚式が失敗すればいいとでも思ってるわけ？そんなことないわよ。ただ要求してくる金額が高いと思って。だから私たちは貸してくださいって言ってるじゃないですか。くれと言ってるわけじゃないんです。返す予定なのに貸してもくれないんですか？そんな意地悪なことをする方たちだとは思いませんでした。そう言って私たちを責めてくる二人、そんなこと言われても大金をポンと出せないわ。そんなに大金が必要ならかなさんのご両親にお願いして。なんで私の親にそんな迷惑をかけないといけないんですか？いやいや、私たちには迷惑をかけていいと思っているのか？だとしたらものすごく失礼なんだけど。何も言われてもさすがに私たちも500万は出せない。出せるのはせいぜい150万だ。なんだよ、それっぽっちかよ。まあ仕方ないんじゃない。本当にお金を持っていなさそうだし。私と夫は二人の態度に絶句した。出してもらうことが当たり前、お金をもらえることが当たり前であるかのようにやってきて、望む金額がもらえなかったらこのいいざま。私は一気に長男に対して幻滅してしまった。こんな子に育てたつもりはなかったのに、どうして変わってしまったのだろうか。そして後日、私と夫は長男の口座に150万を振り込んだ。長男に連絡をしても分かったとしか言われず、感謝すらされなかった。その後、結婚式も無事に開かれたのだが、式が終わってからも一向にお金を返してくれる気配はないし、それどころか結婚後に私たちに会いに来ようともしなかった。それから2年の月日が流れたが、長男夫婦は私たちと関わってくることはなかった。その頃にはもう私も夫も結婚式の費用として貸したお金は返ってくることを期待しなくなっていた。そんな中、今度は次男が結婚することになった。私と夫はいい思い出がないので、次男の婚約者の女性はしっかりとどんな人なのか確認することに。はじめまして、みゆきと申します。お母さんとお父さんに会えてすごく嬉しいです。こちら、お母さんが好きと聞いていたシュークリームを買ってきましたので、よかったら食べてください。まあ、ありがとう。さあさ、どうぞ入ってちょうだい。お邪魔します。そう言って笑顔で家の中に入り、綺麗に靴を揃えるみゆきさん。私も夫も開始5秒で、この子はすごくいい子だと理解した。それからもみゆきさんは笑顔で楽しそうに私たちに話しかけてくれて、私も夫も自然と笑顔になれた。みゆきさんは本当に笑顔が素敵な方だね。え？そんなことないですよ。お母さんは褒めるのがお上手ですね。そう言って照れくさそうに笑う彼女はものすごく可愛らしかった。結婚の挨拶は終始和やかな雰囲気で進んだ。そして両家の顔合わせが行われた。みゆきさんは小さい頃にご両親を事故で亡くしてしまったらしく、それから祖父母に引き取られて育ったらしい。そして3年前に祖父も他界してしまったそうで、顔合わせには彼女の祖母が参加していた。どうも、はじめまして。これからみゆきがお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。え、いえいえ、こちらこそまさやがお世話になりますが、よろしくお願いいたします。笑顔でありながら丁寧に挨拶をしてくれる彼女の祖母を見て、こんな素敵な人に育てられたからみゆきさんは素敵なんだなと思った。そして両家の顔合わせの食事会が始まったのだが、ここで長男がとんでもない発言をした。親がいない人と身内になるのが嫌だな。私と夫は耳を疑った。どうしてそんなことが言えるのだろうか。どうしてでしょうか。笑顔だったみゆきさんも少し顔を引きつらせている。彼女がそうやって聞くと、長男はにやりと笑いながらこう言った。だってそういう家庭環境が悪いところで育ったやつって何をしてくるか分かんないじゃん。お金をたがってきたり、借金の肩代わりを頼んできたり、詐欺話を持ちかけてきたり、そういうことをしてきそうだってこと。くれぐれも俺や俺の嫁には関わらないようにしてくれよ。これには私は我慢ならなかった。ゆうき、あんた何失礼なこと言ってるのよ。今すぐみゆきさんに謝りなさい。なんでだよ。母さんもしかしてこの女にもう取り入れられてるのか。そうやって気づいたら大金を渡してるんだよな。気をつけてくれよ。俺がもらう遺産をちゃんと残しておいてくれよ。
そんな発言をする長男に対して夫もぶち切れた。いい加減にしろ。お前は何様のつもりなんだ。そもそも今言ったことを全部お前に当てはまるじゃないか。お金をたかってきて私たちに150万という大金を借りて、それから数年が経っているのに1円も返してこない。これを詐欺と言わずに何て言うんだ。実の息子を詐欺師呼ばわりするとか最低だな。最低なのは兄さんだよ。俺の大事な人をそうやってバカにするなんて許せない。今すぐ帰ってくれ。結婚式にも来なくていい。長男は私たちから責められるとちっと舌打ちをし、分かったよ、こっちから欠席してやる、俺の嫁の分2つ欠席にしておけと言って去っていった。私たちはすぐにみゆきさんと彼女の祖母に頭を下げて深く謝罪をした。本当にバカ息子が申し訳ありません。なんてお詫びを申し上げたらいいことやら。気にしないでください。マサヤさんとお母さんたちは悪くないんですから。みゆきさんたちが許してくれたので私たちはほっと胸をなでおろした。まったく長男は何を考えているのだろうか。あんな失礼な発言をするなんて信じられない。その後次男の結婚式が行われたのだが、長男夫婦がいないことですごく平和で穏やかでいい結婚式になった。次男とみゆきさんは本当にお似合いのカップルで、見ているこっちが嬉しい気持ちになる。それから次男夫婦は定期的に私たちの家に遊びに来てくれて、良好な関係を築いていった。長男夫婦に関しては相変わらずで、未だに一度も実家に顔を見せに来てはいない。次男夫婦が結婚してから1年ほど経った頃、次男嫁の祖母が病気になり、それから数ヶ月後容体が悪化してしまい、この世を旅立ってしまった。私たちはすごく悲しかった。次男嫁の祖母は本当に優しい人で、何かと私たちと連絡を取ってくれていたからだ。でも亡くなる前に次男夫婦の結婚式に参列して花嫁姿を見れたのは良かったのではないかと思う。これから彼女の祖母の分も私と夫で次男夫婦の支えになってあげたいなと、そう思った。それからまた1年が経った。するとある日、いきなり長男から電話がかかってきた。もしもし、今家にいる？え？ええ、いるけど。じゃあ今から行くわ。え？私が驚いていると電話はすでに切れていた。一体何なのだろうか。私はちょうどスーパーに行こうと思っていたのに、長男がそんな電話をしてきたものだから買い物に行けなかった。そして30分後、長男がやってきた。しかも隣には長男嫁もいる。一体いきなり来てどうしたの？いきなりじゃないだろ、連絡したじゃん。あんなのいきなりと一緒でしょ。まあ細かいことはどうでもいいや、上がるよ。そう言ってずかずかと家に上がる長男夫婦。そしてソファーにドカッと座り、コーヒーとお菓子出してと言ってきた。まったく本当に自分勝手な人たちだ。私はイライラしながらも言われるがままにお茶菓子を出した。何の話なの？私がそう聞くと、長男夫婦は家にやってきた理由を話し始めた。俺たちはもう母さんたちとの関わりを断とうと思ったんだ。え？実は子供ができたんだ。え？妊娠ってこと？ああ。それで子供が生まれたらいろいろと親戚付き合いみたいなのをしないといけなくなるだろ。俺もカナも母さんたちに孫の顔を見せるとかそういうことしたくないんだ。そんな。私は面と向かって堂々とそう言われてしまい絶句した。冠婚葬祭以外は他人ですから。ああ、でも出産祝いは送ってくださいね。もちろん郵送で。そう言って勝ち誇った顔をする長男嫁。そう、分かったわ。私はもう我慢の限界だった。今まで何度も長男夫婦には迷惑をかけられた。私や夫をバカにするのも大概にしてほしい。勝手に承諾をしてしまったが、その日の夕方に用事から帰ってきた夫に報告すると賛同してくれた。私が言われた通りにすると、長男夫婦はその後痛い目を見ることになった。あれから2年の月日が経った。私と夫は平和で穏やかな老後の生活を送っていた。だがそんな時、いきなり長男夫婦が家にやってきた。どうしたの？いきなり来て。母さん、父さん、ちょっと頼みがあるんだ。頼み？
お金を貸してほしいんです。ああ、長男夫婦は突然やってきたと思ったらお金をたかってきた。あなたたち何を言ってるの？そんなのできるわけないでしょ。どうしてだよ。お母さんたちひどい。私たちが困ってるっていうのに。だってあなたたちの方から冠婚葬祭以外は関わらないでって言ったんじゃない。私がそう言うと長男夫婦はハッとしていた。どうやら自分たちの発言を思い出したようだ。あ、いや、あれはその勢いというか本気で言っていたわけじゃなくて。どうしてそんなにお金に困ってるの？実は会社を起こしたんだけど経営がうまくいかなくて借金を背負っちゃって。え？企業？借金？最初はうまくいってたんだよ。だけどそれからだんだんと売り上げが下がっていて。あら、そう、大変だったんだね。母さん、助けてくれよ。そんな人事みたいに言わないで。だってあなたたちの方から避けてきたんだからね。お母さん、子供と会いたくないんですか？お金を貸してくれれば孫と触れ合えますよ。なんなら私たちが同居して老後の面倒を見てあげますよ。私と夫は顔を見合わせて笑った。なんだよ、何笑ってんだよ。私たちはあなたたちにそんなことしてもらわなくてもいいのよ。え？するとその時、今から次男夫婦が出てきた。え？マサヤ、遊びに来てたのか？何言ってんだよ。俺たちはここで母さんたちと同居してるんだよ。マジで？ああ、今は母さんたちと一緒に子供の面倒を見ながら幸せに暮らしてるんだ。さっきの話を聞いたけど、同居とか子供を出しにして金をたかるとか最低だな。俺たちはそんな対価みたいなものを求めて同居なんてしていないし、むしろみんなで一緒に暮らしてて楽しいよ。お姉さん、はじめましてですよね。ようやくお会いできて嬉しいです。噂通り性格が最低なんですね。何よ、あんた生意気ね。そうですか？でも私はあなたみたいにずうずうしくないですよ。次男嫁の挑発に長男嫁は顔を真っ赤にして怒っていた。あ、私子供の様子を見てきますね。その人たちは家にあげないからお茶菓子は私たちの分だけでいいですよね。そう言って私たちに笑顔を向ける次男嫁。私たちも笑顔でうなずいた。そういうわけでこれから私たちはお茶するからさっさと帰ってくれる？そんな、母さん頼むよ、助けてよ。それならカナさんのご両親に助けてもらえばいいでしょう。それは無理なんだ。会社を起こす時に資金を援助してもらっててまだ返せていないんだ。しかも会社はうまくいってるって嘘を伝えてて。あらあら、まあ頑張ってね。私たちにはもう関係のないことだから。そんな、さっさと帰ってくれ。そして俺たちや母さんたちにもう二度と関わらないでくれ。これからは冠婚葬祭も関わらないから。俺は兄さんたちとは縁を切る。私たちも縁を切るわ。分かったらさっさと帰ってちょうだい。私たちから完全拒否をされて長男夫婦は顔面蒼白の状態で帰っていった。それから私たちと次男夫婦はこれ以上長男夫婦に突撃されないように新しく家を購入して引っ越しをした。もちろん長男夫婦には教えていないので突撃される恐れはない。長男からメールにて助けを求める連絡が時折来るのだが、長男夫婦は長男嫁のご両親からも縁を切られたそうだ。現在は夫婦でフルタイムでバイトをして貧しい生活をしながら何とか子供を育てているらしい。まあとりあえずちゃんと働いているようでよかった。これを機に自分たちの性格を見直して自分たちの子供のためにまともな大人になってほしいものだ。一方、私と夫は次男夫婦と孫と幸せに暮らしている。これからもたくさん楽しい思い出を作っていきながら老後を楽しんでいこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。